皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今日ラジオカーの中継が宮本由紀なんですよ、はい、なのできっと今頃ラジオカーも出てるはずなので、はいはいはい、はい、きっと昨日は私あそこにいたのに、もうこの寒風スキスタブの中に私はもう生かされているわって、きっと思いながら、今日もやりたいわね、ちょうど24時間前ですからね。実はさっき出ていくラジオ館の宮本さんと小野さんとお話ししたんですよ、うん、で、あ、今からなんですねって言って、今からですって、うん、昨日宮本さん面白かったですねって言ったら、多分スタジオに骨が落ちてると思う拾って供養しといてくださいって言われました。今日川村さんがやるんですか、はいはい、いいですねって言ったから二の腕をうーんってつまんでうーんって、本当は私が昨日そこに座っていたのに、本当本当つって、ね、でも昨日大活躍で本当に面白かったです。やっぱ宮本さん の、はい、あのこうちょっとしたポソッという一言とかが、うんうんうん、私はもうすっごい面白くて、はい、ツボでした、うん、いやでもね、流行った、あの11時40分まで番組をやったじゃないですか、はいはい、であのあと結局終わってから1時半ぐらいまでこのスタジオでずっと食べてたんですよ、はい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 、もう明らかに11時40分からの宮本が面白かったですそんなことないと思います。それはそれ、これはこれでさ、こうもう俺に進行任せればいいのさ、はい、そう進行のことばっかり気になっててさ、あ、次は何を読まなきゃいけないとか何を紹介しなきゃいけないみたいなことは多分頭にあるの、はい、でその割には分かってないから一回一回俺を見るの、で俺がホイってやったらホイってやるじゃん、手広げて、そうですね、だから必ずはって言ってから読み始めんの、はい、何してんだよもう、いやいや、そうですね、いつも御前様喋ってる身としては存分に伝わってきてました今多分横山さんから手のキューが出たんだろうな、そしてそれを一瞬理解できなかったんだろうなっていう、でもそれもこう大座のパーソナリティの方が来てくださるからこそのぎっこんばったん感、いやそうなんだよね面白いんだよね、ねえ、楽しかったですよ。ピンチヒッターが出るってことはさ、はい、その新しい組み合わせを俺たちも楽しめるし、はい、ディレクターも楽しめるし、はい、広く言えばリスナーも慣れないけど、うん、あ、こういう時も面白いよねとか、ええ、こういうバージョンあんのかみたいなこと、はい、発見があるじゃない。そうですね、あれがいいよね、うん、化学反応的なものがのあったりしますもんね。もう宮本はもう昨日が最後だったけどいやもう呼ばれる宮本もう呼ばねえからあ、もうほらかわいそう、今ラジオかどんな気持ちで聞いてるんですか宮本。終わってからもう何回もあいつから LINE が来る、はい、そうですか、だからあの、ありがとうね、本当ありがとうねとか、うん、またぜひねとか、うんうん、また次もやろうねとかつって LINE で送ってたけど、はい、宮本ごめん、うん、昨日が最後でしたしかもそれそんなことはないと思いますよ。でも意外でした、宮本さんは、うん、その最初横山さんとお仕事を、はい、ラジオとかテレビとか以外でしてから、はいはい、あ、こんなに面白い人いるんだと思って、うん、ラジオやってみようかなってなってラジオカーに応募されたとか、意外な事実がいっぱい、ね、忘れてたのよそういうこと。で大竹であった大きいお祭りがあって、はい、でそこに全然知らない女の子が来たの、はい、それでなんかその子とご飯食べたりとか、いろんなことしてるうちに、はい、まあなんかやりたかったら挑戦してみりゃいいじゃんみたいなことを俺は無責任に言って帰ったらしいの、でそっからがぜん火がついてこの世界入ってるらしいのよ。いや粘り気がありますよね、だからすごいよ ね、 ね、ある意味夢の共演でもありましたよね、はい、きっと、まあ本当ね最初で最後とはなったけどね、まあ、宮本にとっても、いや、俺にとっても、うん、リスナーにとっても、ええ、いい思い出になったよ。いや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 、宮本、爪痕残したな。お疲れ様でした。骨は拾っときます。ちゃんと供養しときますから。いやでも供養、はい、って言うとね、はい、ほらたくさんの命が皆さんの胃袋に入るっていうフードフェスティバル。はいはい。いただきますというね。ことですから、もう今準備がすごい、もうそうですよ、整ってて、で今日からいよいよ RCC の駐車場は社員の人間ももう車で来れなくなったのね、はい、こうテントを張ったりとかしなきゃいけなかったり設営の準備があるから、で今日アストラムラインおで来たの、はいはいはい、ここまでやっぱ緊張するね、その朝公共交通機関に乗るってことはね、
やっぱ満員なのよ。そうですよね、時間帯的に、はい、で、うん、ほら前のにさ女の人いるとかさとかだったらやっぱほら当たったりとかしたら良くないと思うじゃん。そうですね。で俺も絶対そういうことがないですっていうことをちゃんと分からせると、はい、ずっと両手を股間にこうサッカーの PK を待つ選手。それが危ない、それが一番危ない。目の前で PK を蹴られる選手みたいにずっと両手で股間を押さえてずっと仁王立ちしとくっていう。守るとこ違います。ちょっとずらしてほしい。俺絶対ここ違いますからっていうことをアピールしとかないと、こう出しとくとおいおい横山って思われるかもしれないじゃん。別のアピールになりますねそれ。一応対策はしてるわけですね。あ、そういうことです。はいはい、もう絶対大丈夫です俺は。知らしめないといけないから、でもほら一回一回さ、はい、その駅がついて扉がバーンって開くじゃん。はい、ただ出る人がいるじゃん。そうですね。ね、うん、ただその人どのように避けるかっていうこととかがやっぱ慣れてないから、はい、分かんないんだよね。でほら窓ギリギリドアギリギリ、のとこにいらっしゃる方は一回外に出たりとかする、はい、そうですそうです、します。で、ね、避けてまた自分で乗るみたいな、ね、そう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 、ね、でなんかああいうのを俺は外に出るような場所でもないけど、はい、でもちょっと俺邪魔になってるよねみたいな状況の時とかどうすればいいかが慣れないと分かんないね、はい、いやいやそうですね、なんかどう思われてるかなとか気になりますよね。一回出ればいいのにとかって思われてんじゃないかとか、はい、で俺、うん、でもずっと股間押さえたまま仁王立ちしてるから仁王立ちで動かないのちょっと本当に怪しいと思うでも川村バスで来るわけでしょ。バスで来ますね。やっぱ緊張するでしょ。いやもう全然しないです。でもギチギチでしょ。ギチギチの時もあります。でしかもあの学生さんが多い時間帯だったりするので、はいはいはい、うん、だからわあすごいなんか本当通学バスみたいなところに乗る時もありました。あと雨の日ですよね。雨の日だね。雨の日はもう本当に乗れないので、うん、もうタクシーをそのまま呼んだりとか。はいはい、まあ、セレブですからね川村さんはね。いやいや諦めることもあります。やっぱバス乗る時とかも、うん、運転さん川村です、あどうもおはようございます。乗車の皆さんは今川村ちゃんが川村ちゃんがこのバスの中に入られましたので、タッチは不要でございます絶対にタッチなどしないように気をつけていただければ。今川村ちゃんが乗車いたしましたいや本当にやめてほしいですそれは。本当にやめていただきたいんですけど、運転手さんによっては、はい、あ多分私のことを認識してくださってるんだろうなっていう反応をしてくださる人も、はい、立ってるの川村ちゃんが降りられましたいやちょっとそこまでは本当にいい大丈夫みんな手を振って川村ちゃんを送り出してくださいそれでは発車しますどんなバス川村ちゃん、でもそれなら全力で送り出しますありがとうって言っていやまあ確かにそうですね、公共交通機関はそうですし、あとは今こういろんなこうチケットの買い方投資方ありますから。そうだ ね、横山さんも今日なんかね最近ちょっと進歩があったなかったり。違うんですよ、昨日ねその番組が終わってから、宮本、はい、あとバイトちゃん、はい、と手島、うん、横山っていう4人で、うん、はい、そのどのカードがどこで使えるかっていうことがわからないって言って、その昨日番組の中で、はい、JR と、うん、バスと、はい、アストラムラインで、うん、同じカードが使えますよっていう話になって、って言って、はい、それどんなカードなんだったらイコカですって言う、うん、で、うん、イコカじゃないのはその共通してない、そうですね、互換性がないものがあったりもするから気をつけなきゃいけないんだけど、宮本がさ、うん、イコカだったら食事もできたりしますよとか、イコカ払いができるレストランとかいっぱいありますよ、はい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 、そうなんだって、じゃあイコカを持ってたら、うん、そのアストラムラインも、はい、バスも、JR も乗れんのって、うん、乗れますよって言って、で俺財布からさ、はい、これがイコカかなって、それがイコカですって、持ってるじゃないですか、これそんな万能なのって、はいはい、で明日それこそアストラムラインで来なきゃいけないから、はい、じゃあ俺イコカ使ってみるのって、あピッとね、ピッとしてすぐ通れますから、勇気がなかった現金230円払ってきちゃったまたわざわざチケット買ったんですね怖かった。あでも時間そう、すっごいたくさんの人が改札通りますからね。ピッてやった時ガーンってなってもうおーい
横山でも俺もずっとここ押さえてるから、はい、もう降りたらやめてください。のけよ横山、ずっと仁王立ちしてっけどさ、おうんってなりますからね、後ろの人が。あれすっごいあるんですよ。そうですね、私もイコカ的なものを使ってはいるんですけど、私が使ってるのはスイカ。なんかスイカは万能じゃないって言ってたよ、バイトちゃんが。そうなんですか、うん、結構私スイカ使える。県外とか、はい、もう含めて、うん、イコカだったらもう日本中どこでも何でも大丈夫です。そうですか。スイカは、はい、なんかこうこれはいい、うん、これはダメみたいなのがありますって。そうですか、ね、スイカなんか緑色のペンギンちゃんの、ね、マークがついてるものなんですけど、イコカなんかカモメみたいな、はい、青いイメージですね。はいはいはい、でそのスイカを使ってるんですけど、うん、スイカもたまにでもバグじゃないですけど不具合が起きる時があるんですよ、はい、だから意外と普通にしてても通れない時があったりする。そういう時はなんか、はい、あ、ほんとすいません、ほんとすいませんってなります。それやっぱ機械が川村ちゃんを通せんぼみたいな。あ、そういうこと。あ、そうだったんですか、ね、そうそうそう、川村たいんじゃないですか。あ、そうだったですか、もうちょっと愛おしいです。じゃあよし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 、一回ちょっと川村ちゃんと川村バーンってものすごい迷惑、スムーズ愛おしてもらえた。次は通れるかなつって。そうですね、今でもいろいろありますからね。いや、ほんとだから知らないと、うん、そのダメなこととか、そうですよ、損することとか、うん、不便なことがちょっと増えたよね、はい、増えました、いろんなことがね。そうですね、うん、あとパスピーもねなくなったりとかするらしいんですよ。そのパスピーとかも知らないのだから使ったことがないから、ね、でもイコカはね、はい、新幹線乗るときに使わなきゃいけないの、うん、なんかピッてやるのに、はい、なんか新幹線のカードとイコカを2枚揃えてピッてやんなきゃいけない。おで、それがあるから俺はイコカを持ってたの、はい、でも自分で作ったわけじゃなくて、自分でこうやっていろいろ書いたけど、で横にいたけど、はいはい、買ってもらったの分かんなくて。ほんと何でも人に頼ってますね。ずっと横ついてギリギリで人に頼ってますね。あの休日の買い物に行く時のお父さんみたいな感じ、うん、なんか何にもすることもないからレジの横でお母さんの横にレジを一緒に通るだけっていう、あのお父さんの佇まい、ね、そうですよね、うんうん、レジ並ぶとか横にいるっていうことですよ、ね、なんかさ、はい、ここの一家レジ全員いるけどなんかいカゴ一個だよねっていう家族とかいるじゃん。いますいますいます。で、あそこ並んでんな、いや待て、あれ家族全員がいるだけで一個の個体と考えたらあそこはそんな並んでないとかあるじゃん。駆け引きありますよね。特にコロナウイルスの時とかは、うん、散歩がてらスーパーにいるっていう人たちがいっぱいいましたから、そういう駆け引きは非常に多く、あと上のカゴだけを見て、はい、あそこあんま買ってないなとで嘘つけた。下にある、分かる分かる、下にものすごいいっぱい1週間分買ってるって人がいるよね。あります、トイレットペーパーとか水とかですよね。そうなんです、あ下にもあったって思う時ある。そうでもあの待つで言うと、はい、すごい待ったっていう方もいらっしゃって、ほうほう、ラジオネームヒデさんです。はいよ。今朝いつものようにコンビニでホットコーヒーを頼み、うん、紙コップを機械に入れようとしたら、はい、人が並んでいてかなり待ちました、うんうん、最近朝が寒いのでみんなホットコーヒーを欲しているんだなと思いました、うん、今からはコーヒーを頼むのも混んでないかを見てから頼もうと思います、はい、今日も楽しい放送をよろしくお願いいたします。俺らがゴルフに行ったりとか、はい、時たま朝早い時あるでしょ、はいはい、で あそこコンビニあるから、うん、あそこでコーヒーを買おうぜって言って車で泊まるじゃん、はい、で降りて、ね、でホットコーヒーのコップの分ね、はい、あれを頼むじゃん、うん、でパッて見たらなんかあの日曜日のお母さんみたいな人たちが10人分ぐらいコーヒーをそこで買ってる。待って、何このコップの数って思う時あるよね。そうなんですか。あんま土日に朝早くコンビニ行くことないから、多分どっか行くのに全員分コーヒーを買っていこう、ね、とかって思われるんだろうね。はい、嘘だろこの人さ、まあ、何人分買うんやとかって。1台2台しかないですからねとか、はい、朝マックしようって言ってドライブスルー並んで、たら前にさボックス型の車があったりとかしたら、はい、待って、なんか後ろから見えるけど家族がすごい乗ってすごい家族が乗ってんだけど、そうですね、子供がこうなんかわちゃわちゃしてるのが見えたりとか、何個頼んどんかなあそこの家って、もう袋がどんどん袋がどんどん出てきて、
そうですね。おーい、あと銀行の ATM とかでも、はい、今はまず買わないですけど、うん、こう入金の方とかがいて、私は引き出そうと思って後ろに並んでて、はいはい、こう一旦入金、あ、終わったんだろうな、終わるかなと思ったら、なんか別の通帳を出す業者さんみたいな一回終わって、あ、終わったか、いや待って、ちっちゃいなんか袋から100円ショップのなんか透明の、あ、そうですね、チャック付きみたいな、はい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 、あんなのから次の通帳が出てきて、またなんかキュッ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 、またチューって、あ、終わったか、あ、もう一個かもう一個出すか通帳って、そう、事業者の方なんだろうなと思ったりしますよね、うん、なんか自分がそうの時もあるじゃん、時たまさん、あ、ありますあります、俺だったら、うん、自分の通帳っていうのと、はい、その横山ナイトの通帳があったりとかして、はい、2つ記帳しなきゃいけないとかあったりするじゃん、はい、でその時は、はい、まあ2個だからいいかって自分に言い聞かせてるけど後ろの人は、おい、そう、もう1個出しただろお前、本当そう思うね、そうですよね、うん、1個だと思ったらまだあります申し訳ない気持ちになりますよね。そうなんだよね、自分の都合で測るのは良くないなと思いました。そうね、なんか今ほら CM があるじゃん、はい、うん、あのおばあちゃんがさ、あ、レジの前でちょっともじもじしてるとさ、後ろですごい不良みたいですが、そうそうそう、よおばさん、そうそうそう、自分のペースでいいんだぜ、そうそうそう、爽快、よかったわーみたいな、あるある、おばあさんがラップで答えるんですよねあれ何が好き、好きですよね、私も心温まると思いますなんかロングバージョンは店員さんとかもなんかラップ始めたりとか、あ、そうなの、そう、あれロングバージョンあるの、ロングバージョンあります、へー、もっといろんな人がラップを始めます、うん、じゃあちょっとリスナーの方、そのロングバージョンとともに、はい、宮本がベロにパスタを巻くっていう動画が元町演芸場昨日から上がってますんで、いや私ちょっとねえユージ聞いたんですよいっそわからんと思って、ね、でこれはもちろん元町演芸場に上がるんだって分かってはいますけど、うんうんうん、あえて見ないっていう選択を私はしましたもう本当想像力に任せる、自分のすごいですよ元町演芸場、はい、宮本がベロにパスタを巻く、すごいしかも2回してたし、ダルルルルルダン、見せるだけの動画が上がってます、本当ラジオじゃ伝わんないラジオの先があるということですね、だって宮本はさあ皆さんご覧くださいって言ったんだからねラジオだ想像力がね、本当でも一芸に秀でたね宮本さんですね、すごい、だってダーツもプロだからね、そうですよね、うん、聞きました聞きました、競馬も好きで、うん、そう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 こなんだってラジオ館中継バトンを受け継いでっての馬券を受け継いでって言ってましたもう頭の中 G1 レースでいっぱい菊花賞とかね、いろいろありますからさあさあ、はい、今日も皆さんにとって大穴と思ってもらえるような放送を目指してお送りしようどうも午前様様、今日は10月27日木曜日、お、今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。開局70年 RCC ラジオ記念ソングふるさとの風の CD がいよいよ今週末広島フードフェスティバルで限定販売です。ということで今日はその作曲を担当しましたシンガーソングライターの藤江淳二さんをお招きしてお話を伺ってまいります。はい、今週土曜日、はい、29日にいよいよ CD の発売、はい、そしてステージでのイベントも行われますよと、ね、いうことですけど、もう考えてみたらね、御前様様、はい、まあ、もう今年はもう藤江とずっとタッグ組んできましたねみたいな、そうですよね、感じがあったですよね、何度も何度もね来ていただきましたよね、うんうん、はい、だって前もチャリティーミュージックソンのオークションとかに、はい、出てくださったりもしましたし、ね、ミュージックソンもそうだし、そうファンファンフェスティバルもそうだし、そうです、ね、オンラインフェスティバルもそうだったり、はい、でいろんなその楽曲の制作とかもそうだったりとかするじゃないですか、うん、ええ、だからその御前様様のこう肝という肝には必ず藤江と、あとさっきはメビウスもくっついてきてくれてて、はい、でもみんなね藤江ともこうやって楽曲作れたし、うん、メビウスは広島の空のアレンジもお願いするからね、はいはい、そうですよね、はい、優しいタッチにまたアレンジをしてくださってて、うん、ね、はい、そういうの考えると29日がある意味、うん、藤江横山、まあ、御前様様にとって集大成だよなとかって思ったりするんですけど、今日は生歌でふるさとの風わらしいですよ。嬉しいです。ああ、でも嫌がるんです、すごい、あの曲はギターでは無理ですって、
もっとこう雄大な桶があっての僕の歌声なのでとかそうですか言うのへえ生意気にいやこれだけ御前様出てくださってるのがいいと思いますどんなこと言ってもでもさ、うん、ほら町自慢ラジオも一緒にそうですよね藤江とやってたでしょ、うん、だからずっと会ってたけど、はい、この1ヶ月ぐらいから1ヶ月経ってないよな会ってないんですよ、はいはいはい、たらなんかフェイスブックだったかな、はい、に久しぶりに RCC に行きますって書いてあったからお前社員かいやでもちょっと私ですら思いますもん町自慢ラジオ担当してないのに久しぶりだなって藤井さん久しぶりだなって今日ちょっと思っちゃってものすごくワクワク感がありますそうだね楽しみです、うん、俺も久々におーっつって藤井って1ヶ月も経ってないんですけどね今日はふるさとの風生演奏、はい、生の歌声なので楽しみにしてください、はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議です今週は九州よかとこ一度はおいでというテーマでお送りしていきますはい今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます午前様様木曜日やっぱ楽だね川村ねいや楽だね川村いやそんないや私は忘れませんよ、うん、昨日あんなデレデレだったことをもう私は忘れません宮本の時もノッキングノッキングガッ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 いや愛が溢れてましたよ小山さんの大好きが大好きが止まらないって何なんだろうね、うん、ほっとけないねでもほっといても全然平気なんだよねそれがまたほっとけないんでしょうねさあさあ、はい、朝の運試し御前様クイズこのコーナーは天人の藻塩の提供でお送りしますクイズの正解者の中から抽選でお一人の方に釜狩り物産から天人の藻塩ギフトセット3000円相当をプレゼントします応募の際にはクイズの答えと住所氏名年齢電話番号をお忘れなくでは今週の御前様会議のテーマ九州よかとこ一度はおいでから今日は川村彩奈問題です。修学旅行のお話なんですけど、うん、小学校の時の修学旅行の行き先が、はい、佐賀福岡でした。お広島から行ったんですけど、うん、まず佐賀の吉野ヶ里遺跡、うん、おい、まあ、歴史の授業でも習ったところに行って、うん、でなんか物見櫓とかすごいこう背の高い、はいはいはいね、藁とか木でできたの見たりとかすごい広いとこだったな、うん、あとなんか縦穴式住居、はい、なんかおみこしの上に住んでますみたいな感じだよね。あ、そうですそうです、あんな感じだよね。そう、こんな大きいんだって思ったりとかして、うんうん、まず吉野ヶ里遺跡行って、はい、でその後佐賀の唐津焼を作りました。おー、はいはいはい、でそれもすごい楽しくて、うん、初めてのまあ焼き物体験といいますか、はい、でその後スペースワールドに。ああ、もう最高じゃないですか。そうです。最高ですよ。そうです。だから、うんうん、吉野ヶ里遺跡、唐津焼、スペースワールドっていう修学旅行のルートでした。はい、小学生の時、小学校6年生ですけど。で、そのスペースワールドで、はい、今思い返してみると、うん、あ、こうだったなーっていう、こう一番の記憶というか思い出すことがあります、うん。はいはいはい。さて、私はどんなことをスペースワールドに関して思うでしょうか。うん、お土産を。はい、家族全員に買って帰りたいって思ったので、はい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 、家族全員にスペースって書いたT シャツを買って帰って、うん、家帰って全員がスペース日本なのに地球なのにスペースっていうのを、うん、まあまあ、着てたのすごい微笑ましく思って、そうですね、うん、まあ、私たちも宇宙人ですからね、言ってみれば宇宙人たちからしたらそうです、地球人であるけど宇宙人ですから、うん、着てもいい、着る権利はあると思う。だって俺たちがよその星に行ってで、はいはい、で向こうの人がわーってなったらやっぱ俺でわれわれわってこう喉を叩きながら喋んなきゃいけない流儀がね、流儀あるの宇宙人としてはね、そうですかね、うん、通じちゃうかもしれないですからね、やっぱりいやでも確かに家族へのお土産はね、そういろいろ思いますよね、うん、中学校の修学旅行はちなみに大阪、うん、京都だったんですよ。おー、まあ、渋いね。中3時京都のお寺巡りと、うん、あと USJ 行ったんですけど、はい、お父さんにスパイダーマンの耳かきを買いました。分かった、もう赤いボールみたいのがついてるやつでしょそうです、そうです、はいはいはい、耳かき
を買って帰ったのを覚えてます。スペースワールドのキーホルダーを家族に買って帰ろうと思ったけど、なんか家に帰ってみたら、あやんなこれちょっと違うワールドなんて書いて、ウェアザワールドって書いてあるっていうワールド違いだった。ライブに行ったんですか。まあちょっと壮大、ね、お母さんがあれお母さんの違うよこれ、なるほどザワールドって書いてワールド違いだけど、あ、どこ行ったんだっけ、え、スペースワールドだけどっていうのが家族の会話であった。なるほど、世界中のワールドが集まってるのがスペースワールドですか。すごい楽しそうですね、それもね。まあ、メッセージ性はありますよね。うん。うん、ジージャンの袖口を切られて、ワールドだろうって言ってる、スギちゃんのキーホルダーも買って、これはなんか違うんじゃないのって家族にすごい言われた。うん、まだその時スギちゃん、ね、いらっしゃらなかったと思うんですよね。出てなかった。そうですね、一応20年ぐらい前なんで、まだかな、もうちょっと先だったですかね。ああそう、2リットルのペットボトルの蓋捨ててやったぜ、スペースワールドだろ。それもスギちゃんなんですよね。それもいやいや、スギちゃんはもう違うんですよ。スギちゃんはもう不正解です。あの人気あるね、スポットでね、もうみんなすごい群れになって並んでっけど、もう2時間も3時間待つから、もうお前たちそこにいるだけで結局この時間終わるからな、バカ野郎って言って話だよね。ほんとね、つって。つぶやきしろうさんでもないですよ。全然関係ないですよ、芸人さんつながり。もうワイルドでもワールドでもないですけど。うん、あ、そうです。しろうさんでもないです。あ、はいはい、なんかあなた田舎の食堂はね、なんか割り箸をね、もうこれでもか、これでもかって、もうぎゅうぎゅう、もう、もう、ああやってすると、もう一本の木に戻っちゃうね、って言った。いや、もう、珠玉なんですよね、この、横山四郎さん。すごい、やっぱり、そこは。違います。横山さんの一芸を披露する時間ではなくて、私のスペースワールドの、こう、今思うこと、はい、すごいし、全然問題と全然違うところでふざける俺、はい、うん、ワイルドだろ。確かに一番ワイルドです。さあ、河村彩奈ですけれども、はい、小学校の修学旅行です。はい、佐賀そして福岡というルートでした。うん、吉野ヶ里遺跡に行ったり、唐津焼きを作ったり、はい、そしてスペースワールドにも行ったりしたんですが、うん、今思い返してみると、ああこうだったなーと思うことがあるんです。さて、私はそのスペースワールドに関してどんなことを思っているでしょうかが今日の問題です。はい、皆さんからの予想をお待ちしています。すべてのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーはアマビトの藻塩の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから。ねえ、ユージ、いよいよ今週末、開局70年記念ソング、ふるさとの風 CD が発売されるわね。たくさんの人の手元に届くといいわね。え？お客さんが来てくれるか自信がないから、あやなからも呼びかけてくれ、ですって？私に、あの子のような影響力があればいいんだけど、あの子みたいな。ごんよーごんよーごんよー。集まってきた。集まってきた。いや、そうなんだよ。CD、ふるさとの風がね、販売になるんだけど、人がいっぱい来てくれるか分かんない。自信がないんだよね。あの子ぐらい影響力があればいいんだけどね。ごいよーごいよー
集まってきた、集まってきた。今夜いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。本日の演目ですけど、十数年ほど前、メディアによく紹介されていたことでもおなじみ、一声かけると山から猿の大群を呼び寄せることができる、淡路島モンキーセンターの小学生、看板娘、さきちゃんの求心力。今夜はい、さきちゃん叫んだよ、叫んだよ、さきちゃんが。今夜来ました、来ました、来ました。今夜来た、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 来た。いやー、さきちゃんのおかげで、ほんと、いっぱいお客さん来て。ちょっとフードの時も、ちょっとカメラちゃんに言われて、来いよ。多分離れていかれると思います一回集まった人がみんな散らばりそう、うん、そうでしょうね警備員さんが来そう。今日もお昼11時40分まで生生生生生生放送。天気予報、このコーナーは鈴木自販広島の提供でお送りします。さて、今朝は寒かったねという方、はい、と久々に厚い雲に上空覆われているなぁと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか、うん、はい、今日はお天気はどっち側に触れるんでしょうか、聞いてみましょう。岸さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日これちょっと厚めの雲に覆われてますけど、雨の心配がある一日ですか、はい、雨の心配はない一日ですね。ないんだ、はいはい、はい、晴れ間も少しずつですけど出てきそうです。はい、今日は今ちょうど弱い気圧の谷が通過中なんです。このため時々晴れ間もありますが、日中は雲が目立つ空になります、はい、夕方くらいからはしっかりこう晴れてくる時間帯が多くなっていきそうです、はい、今日は雲が多めでも雨の心配はなくて、洗濯物は外干しできます。ただちょっと雲が多いですからね、うん、乾くのには時間が少しかかりそうです、はい。日中の最高気温は昨日と同じぐらいの20度前後です、まあ、比較的過ごしやすいかなとは思いますが、はい、日差しがこう少ない分ね、こう人によっては体感的にも少しひんやり感じる方もいらっしゃるかもしれません、うん、今日は長袖プラスはあの羽織物があると良さそうです。はい、明日はまた再びスキッとした青空が広がりそうです。お、土曜日日曜日も穏やかな晴天でフードフェスティバル日和です、うん、朝はねちょっとひんやりしますけど、日中は過ごしやすくて、まあ、ちょうどいい気温かなと思いますので、はい、ぜひねお出かけに皆さんなってほしいですね、うん、楽しみです ね、はい、これなんか台風がっていう話がありますけども、台風はじゃあ来週の話みたいになるんですかね、はい、今フィリピン の東の海上に熱帯低気圧がありまして、うん、24時間以内に台風になりそうなんですよ、はいはい、それがだんだんと週明けですね、あの沖縄方向、沖縄の南方に進んできて、うん、こちらには直接の影響っていうのはなさそうですけれども、うん、湿った空気を入れ込むので、来週 の初めあの火曜日ですね、はい、11月の1日を中心に雨降りますが、そこでちょっと雨の量が増えるかなどうかなっていう感じの感じですね、今のところ。なるほどなるほど、うん、ってことはあれですね、その秋冬の入れ替えみたいなものだったら、今週の日曜日までにしっかりとやっとけばいいかなって感じなんですかね、はい、そうですね、週末までにしておけばぴったりだと思います。はい、今何か目立った警報や注意報出てますか。はい、北部に濃霧注意報が出ています。あと数時間ぐらいで霧も解消されますのでね、見通しご注意ください。それと南部に乾燥注意報が今日も続いています。10月いっぱいは雨降らないですから、あまりね、うん、火の元に気をつけてください。はい、わかりました。今日はね、うん、あの川村がね、猿を呼べる少女っていうのをやってくれましたけど、はい、じゃあ呼ばれた方の猿ということで、最有機の酒井正明さんでちょっとのモノマネをちょっと岸さんいつもやられるんで、ちょっと聞かせていただいていいですか。うきー、それじゃ買いません。
酒井さんありがとうございます。リアルな猿サンキューですね。ありがとうございますありがとうございます天気予報岸さんでした。お便り様々、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ラジオネームウルトラマンタロチさんです。はい、今日は3歳の長女の七五三と7月に生まれた長男かっこひげ一郎の100日祝いに、はい、広島五穀神社に行ってきます。はいはいはい。五穀神社は僕たち夫婦が結婚式を挙げた思い入れのある場所です。その場所で今度は子供たちの行事ができることに喜びを感じています。あ、今朝さ、それこそ五穀神社の前通って、はいはい、タバコ吸ってたのね、いつも喫煙所で、だからなんか全然知らないおじさんが来てさ、ここはあれか広島城かって言われて俺に聞いたのそうですよつってちょっと面倒くさそうだろうと思って逃げたのね、うん、で逃げてそこからちょっとこう公園の中を通って RCC に戻るときに、はい、ちょうど五穀神社の鳥居の横のとこをパッと見た看板が七五三が出てたのね、はい、だからあーと思ったのね。そうですね、だから来るってことはね。そうですね、ウルトラマンタロチさん、うん、いいですね、お祝いの一日ですね。そうだね、七五三と百日祝いですからね、うん、ちょうど9時55分とか10時55分は俺も五穀神社の鳥居のすぐ横のところの喫煙所に行ったりとかするから、はいはいはい、あれだったら俺にもお小遣いよ。なんでですか。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週も江田島市立鹿野川小学校の皆さんが登場。今日紹介するのは5年生桑田愛子さんの作文。タイトルはバレーボール。バレーボール、鹿野川小学校5年桑田愛子。私はバレーボールを頑張っています。特に頑張っていることはアタックを頑張っています。私のバレーボールチームは最高学年が5年生なのであまり試合には勝てません。とても悔しいです。私は2年生の時にバレーボールを始めました。3年生の時監督が厳しくなり練習もハードになりました。そして辞めたいという気持ちになってきました。私はバレーボールにだんだんと行きたくなくなりました。その時バレーボールの仲間が早く戻ってきてほしい。今私がいないと試合に勝てない。私が必要だと言ってくれました。本当に嬉しかったです。今もそのおかげでバレーボールを続けています。これからも仲間とバレーボールを続けたいです。もうちょっとでバレーボールを卒業するので最後まで頑張りたいです。いやー、でもね、嬉しいですよね。だって一旦やめようと思ったんだけど、はい、仲間からのあなたがいないと勝てないんだよって言ってくれるその言葉をもらえることがすごいと思います。はい、私も小学校2年生からバレーボールをしてたんですよ。うんうんうん、で中学校3年生までしたんですけど、はい、やっぱりこう何回もやめようとは思った時期はあったけど、うん、それでも頑張れたのは一緒に頑張ってくれる友達がいたからだったから、うん、それを学べてるのは愛子さん素敵なことだなと思います。そうだね、うん、先生が厳しくなったっていうことだけど、そうね、変わるんですよね監督がね。あの広島カープの監督になった新井さんは、はい、やらされる練習も身になるって言って、うん、そう自分で限界を決めずに誰かがちょっとだけ負荷をかけてくれる、頑張れとかってしんどいことをさせてくれると、うん、もっと自分は大きくなるっていうことを言われてるから ね、 ね、だからきっと愛子ちゃんすごい大きいバレーボール選手として幹の太い選手になるんだろう ね、 ね、頑張ってください。今週は江田島市立鹿野川小学校の皆さん、今日は5年生の桑田愛子さん、バレーボールお届けしました。明日は4年生です。花高千里さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。ラジオネームお好み焼き屋のなっかさんです。はい、ここ数日毎日今日こそは掛け布団を天日干しして家を出ようと思いながら、うん、朝のバタバタで干せないままになっていました。はい、昨日の夜のうちに洗濯をしておいたのでやっと今朝掛け布団を干しました。うん、しかし
なんとなく天気がパッとしないような、日中はしっかり日が差すことを願って出かけることにします。うん、そうだね、今日乾きにくいよね。うん、でもまあ雨はね、岸さん降らないっておっしゃってましたから、うん、はい、乾くといいですね。うちさ、タオルとかを干す、はい、こう干し器みたいなのがじゃなくこうかける分、うん、で放射線状にこうたくさんのタオルたちがかけられます。あります、あります。ちょうどこう半分の円形みたいになる分バッて広げたら、はい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 、あれのその根っこ側、うん、芯の方にある側、はい、が乾きにくいね。まあそうですよね、すごい乾きにくい。やっぱどうしてもこう重なりやすいところだったりとか、うん、そう、あとはもう日がここは当たりにくいっていうところ、うん、風が抜けないとか、なんか意外と分厚めのバスタオルとかは、はい、全部日が当たるところにポンと置いてるから、うんうんうん、あ乾いてるわとかって思うけど、はい、意外と内側にあるタオルの、はい、先っちょとかが、あれ全部書いてる、あここだけちょっと湿ってるって思って、なんでお前のこの薄手のタオルがまた分かんないやって思ったりするよね。あと靴下とかもあるんですよね。だよね、乾いてるといえば乾いてるんだけど、うんうん、ちょっと湿ってるといえば湿ってるっていう時が、でなんかほらもう日が落ちてるから、はい、風に当たって冷たくなってるのか、それとも水気がまだあるのかちょっと分かんないけど、もう乾いた手にしようってちょっと思うんだよ。もうめんどくさいから。そうなんですよね、でなんか部屋干しの匂いとかしたりするんです。根に持つタイプさんです。はい、昨日乗っているトラックの走行距離が100万キロを突破しました。はい、一人でトラックの中でてってれーと盛り上がっていました、うん、今まで無事故でありがとう、これからもよろしくお願いしますと感謝をしております。100万キロなの？100万キロ10万キロじゃなくて100万キロなんだ、うん、そりゃてってれーだね。すごいことですよね。もう元取ってるよね。ガンガン元取ってる、ね、トラックとしてもそうだと思います。いやでもさ、車ってすごいよね。はい、よくさ外国に行ったりすると、うん、日本の例えば運輸会社とかが使ってたものが未だに使われてたりとか、ありますね。すごい古い昭和40年代とかさ、はい、50年代とかの車とかが普通に雑に使われてるけど、こいつら持つんだもんなとかって。そうですよね、あとな海外行った時に例えば路面電車とかも、はいはいはい、なんか日本で使われてたものがまた海外で改めて人々にこう愛されてたりとかするのを見ると、うん、なんかすごく嬉しいなって。やっぱさ、あれはさ、はい、雑に作られてるっていうかさ、うん、どうにでもできるようになってるからだよね。きっと今みたいにもう箱の中にコンピューター積んでありますみたいなことになったらもう全然再利用できないんだろうね。確かにアナログいい。雑が一番。午前様様。さあ10時になりました。 RCC の第2スタジオからお送りしています。午前様様です。ラジオネーム勝太郎さんです。気象予報士の皆さんの乾燥注意報が出ています、火の取り扱いには注意しましょうという言葉を毎日のように聞くようになると冬になってきたなぁと感じています。今朝ポリバケツにゴミ袋をセットしておこうと45リットルのゴミ袋を開こうとしたら全然開けられない。今までは多少開きにくくても指先に息を吹きかけて湿らせれば開いていたのに、今日は開く気配もありません。どうしようもないのでやりたくはなかったのですが、指先をペロッと舐めて袋を開けました。これは乾燥注意報のせいなのか、ただ老化による指先の水分の減少なのか、ちょっともやもやした朝でした。はい、いましたね。小学校の先生とかプリント配るときにこう指先をこうペロッてして、はい、あのザラザラした。もうザラザラしたプリント配るっていうの、中学校1年生の時の英語の杉尾先生がそうじゃ、はいうんはい、そんな舐めなくていいよっていうぐらい舐めてわらばんしを配るもんだからすげえ濡れてんので端っこのとこが、ええ、でちょっとこうなんか折れ目みたいなのついたりとか。杉尾先生はさ、中学校1年生はい、の一番最初の授業の一番最初のセリフがミルクって言ったの。もう俺一番前で唾がバーッとそれでもう英語が大っ嫌いになった。ミルクミルクって言うために。そんな飛びますか？ミルク俺も一番前だった。クで、そうですか。違う液体が飛んできたわけです、ね、あれがなかったら俺今頃英語ペラペラだった。いやどうでしょうかね。大阪から横浜モデに、はい、4時に起きてで車で出てきて、車でで
なんか結構美味しいお土産ですよって言って渡していただいて、はい、で今から宮島に車で行って、うん、で泊まって、まあ、で目的が何ですかって今回のって言ったら、フードフェスティバルでふるさとの風を買うことです。うわー、もうありがとうございますって言ったから、10枚買えるから、まあ、1枚自分のものにして9枚メルカリで売ったら料金が出ますよ。いや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 、ダメですよっていうアドバイスを。アドバイスどんなこと言ってるんですか。ダメに決まってますよ。ただ10枚買う方の顔とか覚えてますからね、多分。はい、そうだね。結構なんかほら、そんな限定販売も数ないので、買えません買えませんっていう人がすごいいるから、うん、誰かリスナー同士でつながってんでしょつって、はい、だから行く人に頼んで買ってもらってくださいねっていう意味を込めて、あの社内を歩くだけが仕事の中岡、ね、が10枚と決めたらしいんですよ。なるほど、はい、皆さんがね、でもすごくたくさんの方から全員が10枚買ったら100人で終わったねって言ってまあそういうことにはなるんですけれども、そうそう、はい、準備されてる分が今回は1000枚だったりとかするから、はい、限定販売はそうです、そうです、あ、だからあーそうかーつって、うん、俺前言ったよね、あの広島からモーニング娘。みたいなのを作りましょう、はい、みたいなプロジェクトを2000年、だから今から22年前に立ち上げて、はい、でオーディション大々的にやって、はい、何百人も子供が集まってきて、で審査とかやって、で5人組のアイドルを作ったの、はい、で1曲出したら終わりっていう企画だったの、でチャート絶対1位取りますっていう企画だったのね、はい、で半年間ずーっとレッスンして、はい、で子供たちも泣いたりとか、で親御さんと話し合いを行ったりとか、いろんなことして振り付け師から、で作曲作詞も全部一流どころが集まって、はい、でだって作詞は有吉だもんね。へー、そうですか。で作曲は郷ひろみの言えないよ、うん、とか会いたくて仕方ないとかで、バラード三部作って言われてたり、田原俊彦さんのヒット曲バーッと作ってる土見隆さんつって、はい、広島出身の方にお願いしたりとかしてて、で CD 作ったのよ、はい、たら販売日当日、うん、さあいよいよって言ってカメラとかも全部回ってて、さあミニケンって言うんだけど、はい、さあミニケンは果たしてチャート1位取れるのかとかCD は一体どのぐらい売れるんだって言ってで言って準備されたのがその日1000枚だったの、はい、たら一番最初に、うん、メンバーのおじいちゃんが来たの。はい。で、あーっつって、どうもなんか今回お孫さんすごいなんか頑張ってくれてとかって、いやもう嬉しくってね。じゃあ200枚お願いしますって。あ、200枚。おーっつって。たらまた次の方、はい、また今度おばあちゃん来られて、おばあちゃんが、どうもお世話になってね、うちのなんとかで、あ、おばあちゃんですか、いやもうすごい頑張ってね、泣きながらですけど、ありがとうございます、今日はすいませんね、わざわざ200枚くらいで、待って、もうあと600枚になってひょっとしてこの後だって5人でもう何百人って並んでるのに5人で終わりそうなんだけど、そりゃあでもね、お孫さん可愛くて仕方ないでしょうからね、はいはい、配り歩きますよね気持ちわかりますね、うん、あの時期はメルカリとかなかったから、まあそうですよね、すごい安心して売れたのよ、うん、ある意味ね、雑でアナログというか、はい、うん、今はね、時代でいっぱい買って、はい、で売って、うん、で自分のもうチャランしようみたいな、もっと黒字にしようみたいな、そうですよね、方がいるからね、そうですよ、まあその筆頭が俺ですけど小林さんこう言ってますけど、そんなことしません、うん、俺まだ29日前に発売しようと思ってたダメです、もうあとちょっと明日しかないです、横山限定販売ない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 、そんな場所ありません、まだフードもね開催されてないですから、でもね、はい、いっぱいいろんな方々がいろんなメッセージくださっていて、はい、とりあえず宮本からね、夕暮れの三日月、朝夕はめっきり涼しくなり、草木の色づき度合いも速度を増して、気がつけば今日は今年の300日目を迎えました。300日目。何かと気ぜわしく、心にゆとりがなくなりつつある中、昨日の中根さんのピンチヒッターで登場された、ラジオカー宮本さんの一芸、パスタの奇跡を YouTube で拝見しました、うん。宮本さんの一芸もさることながら、あのドヤ顔が最高でした。最近ちょっと仕事のことで気持ちがへこんでいましたが、この YouTube を見て心にゆとりと明日への活力をいただきました。さすがラジオカーで広島中を駆け回ってこられた宮本さんのパスタは、口の中で一本ずつ絡めながら優しく食べるんだよと、食に対する大切なことを改めて教えていただきました。本当にありがとうございます。これじゃバカなんですか
感性豊かな。バカなんですかね。感性が豊かな方ですね。ちょっと心が壊れて。それは夕暮れの三日月さんですから、黄昏たくもなりますよね。そうかね。ちょっとしたことにね。もうすぐ夜が来るってことかな。闇が、深い闇がやってくるってこと。だから、ちょっとね、嫌なことがあったんですよ。そんな時に元気をくれたのが、うん、あの、パスタ下巻き。そうだね。宮本さんの YouTube 動画。いや、ちょっと見ようかな。うん、口の中で一本ずつ絡めながら、優しく食べるんだよと、うん、食に対する大切なことも教えてもらって、まあ、嘘だろ。そんな時はぜひ、ね、週末のフードフェスティバルにそうだ、ね、また来ていただいたらと思います。誰がどう見ても 100% そんな動画じゃねえだろう。猫耳親父さんです。はいはい。先日友人からヤンニョムチキンという韓国料理の作り方を教えてもらったので、うん、娘にねえねえヤンニョムチキンって知っとる？と聞いたら、ああ美味しいよね、作ってと言われたので、うん、レシピ通り初めて作ってみました、はい、タレを作って揚げ焼きにした鶏もも肉と絡ませて完成。娘や奥さんにも大好評 でした、うん、他の肉でも相性が良さそうなのでいろいろ試してみようと思います。一つレパートリーが増えました。何ヤンニョムチキンって。ヤンニョムチキンって韓国料理ですけど、うん、コチュジャンとか、うん、あとなんか砂糖とか、はい、ニンニクとか醤油とかみりんとか、うん、で、まあ、煮込むというか、はあ、タレ作るんですけど、そのタレと甘辛くなる。甘辛くなります。でちょっと白ごまとかをこう振ったりとかして、鶏肉で、まあ、鶏もも肉とか骨付きの鶏もも肉とかで、まあ、チキンですから、うん、作ってヤンニョムチキンですから、うん、それはなんか牛肉なんですけどヤンニョムビーフなんですから鶏の説明はもういらないです、ね、チキンですからね、はい、うん、骨付き肉で作ったりしますよ。多分私はですけどね、うんうん、美味しいです。最近やっぱ韓国ドラマとかが流行ったりとかして、あそうかそうかそこか、フライドチキンだったりヤンニョムチキンだったり、うん、韓国料理が流行ってるのかなって思いますけどね。なんかチキン専門店とか本通り増えましたよね。そうだね、うん、あとなんか唐揚げ屋増えたよね。増えました、この 2,3 年でね。そうですね。あ、ここも唐揚げ屋さんだった、ここも唐揚げ屋さんだったってこと思うよね。そうです、そうです。でどこ見てもなんか意外と日本一とかさなんかランキング1位とか、なんかどこ見ても全部の店が1位になってんだけどみたいに。あと金賞そう金賞金賞金賞よく受賞してますよね。ここも金賞受賞したのかみたいな。金賞何個あんだろうみたいにちょっと思う時あるもんね。毎日唐揚げ大会やってるのかもしれないですねあとね、蛇使い座、昨日今年初めて秋の味覚柿を食べました。はい、私は果物ランキングの中で柿はだいたい12位ぐらいなんですよね。微妙。秋の味覚ってことで早速食べたんですけど、やっぱ久しぶりに食べたけどやっぱ12位のままでした。雰囲気だけでは順位は変わりませんよねつって。前後が知りたいです、うん、その12位が柿、はい、で11位と13位が何なのか知りたいですね。ああ、俺はもう1位は桃、不動の桃ですね。私シャインマスカットですね。ああ、シャインマスカットですか。シャインマスカット、桃、梨、あ、でもラフランスも入ってる。あ、俺も、俺ラフランス入ってる。いや今俺が先に思った。お前口にしたけど、いや私が言ったのが先です俺がラ、いや思っただけじゃ言ってないの同じです。いやいや、ラライセンスってライセンス、ライセンス言おうと思ったら言った方がライセンス持ってます。あー、ちくしょう、かぶれば権利うるさいからなマルシーいただきます。そう、ふるさとの風も、もう全ての写真にマルシーかぶれ。いや、ほんとすいません。権利うるさい。いや、言ってない。ジャスラック。もう、すごい。私はそんなこと一言も。カウラのことみんながジャスラックって言って。いい、いいんです。権利うるせえ。一言も言ってないです。もう音楽教室から太るからないです。皆さんが、なんか、ものすごいこう、良心的に、丁寧にマルシーかぶれない、つけてくださるんですよ。申し訳ないです。この間さ、いいのに、いいのに。軽文社。はい。で、サイン会をした時に、すごいちっちゃい写真だったのに、写真の半分ぐらいを川村やな、マルシー川村やなって書いてあるのがあって、ほんと川村県民に売れてる。いや、違う。サイズのことも言ってないですよ。それもうほぼ横山さんが私みたいな。いやいや、もうほんと、川村さんライセンスにうるさいから。いや、でもラフランスは。そう、ラフランス美味しいよね。美味しい。俺この間、はい、梨をいただいたのね。ほうほう。
で、その梨が、まあまあ日にちが経ってて、うん、で、梨にもさ、ちょっとキメが粗いのと細かいのがあるじゃん。あります。あれの細かいのだったの。おたら、これラ・フランスじゃないって言いながら食べた時があって、はいはい。ああ、俺、セレブと思って。家でラ・フランス食べるんです。そうなんですよ。ラ・フランス。ラ・ラ・ラ・フランス。そうそう、ラ・ラ・フランス。ラ・ラ・フランスを。あれ香りがいいんだよね。そうなんですよ。でもあれだよね、シャインマスカットも香りだよね。そうですね、結局やっぱ、うん、あの甘くてみずみずしい香りというか、うんうん、こう甘美な匂いがいいなって思います、はい、ラ・フランス家じゃ食べられないですよね、うん、私も高級なイメージありますよね、うん、ラ・フランスもなんか私高いんですよみたいな顔してますもんね。してるしてる、ね、すごい、ね、すごいしてる。なんか私食べるのに入れませんよラ・フランスですみたいな顔してるよねあいつね。そうですそうです、うん、気高いよね。気高い、すごい気高い、本当に気高いです。最近ですよね、私のことみんな認知してくださったのラ・フランスと申しますけれどもみたいな、すごい威張ってる。そうですね、すごい威張ってる。和名では洋梨かもしれませんけど、うんうんうん、まあ私の中ではラ・フランスと呼んでいただきたいです。洋がありますか。洋梨ですそれやだ、顔がありますよ顔梨ですみたいなあんな感じ違う、関係ない。そうですよね、はい。山がありますよ。山梨です。あんな感じ。うまい。浮かばない。はい。浮かばない。ごめんなさい。浮かばない。かぶせ、必ずかぶせてくるかぶせが。一切今。ちょっと今。頭が平野みたいな。今もう白、白旗です、今。そうか。さあ、そんな。はい。何も浮かばなかった川村ちゃんですけど、ちょっともう本当今日反省ですね。10時台もバタバタしますからね。そうですよね、はい、あ、そうでした。この時間になりますと午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は、はい、九州よかとこ一度はおいでで問題を出してもらいましたけれども、今日はどんな問題でしたっけ。はい、小学校の修学旅行で佐賀福岡に行きました、うん、吉野ヶ里遺跡、唐津焼制作体験、そしてスペースワールドというルートだったんです。いいね、素晴らしい、まあ。すごく楽しかったです。初めての、うん、人生初めての修学旅行ですよね、はい。その中で、スペースワールドについて、今思い返してみると、こうだったなぁと思っていることがあります、うん。それは一体何でしょうかが今日の問題です。はい。ラジオネーム、壁の小回りくん。はい。河村さんがスペースワールドに行って思ったこと、それは、もっとと宇宙的な遊園地かって思ってたけど、意外と地球的だスペーススペースしてなかったってことですね、はい、まあでもスペースワールドですからね、はい、いろんなところがやっぱロケットみたいな、銀みたいな、はい、銀色とかでスペースって銀なんですかスペース銀、ロケット銀もう1個の答えに対してもう2個目は色の話になったからね。河村さん、あれですか、今日浮かばない回らないですか。いやいやいや、今この子に及んでも私なしを考えてますから、はい、かわいそうに。いや、なしの呪縛に取りつかれたんだね。いや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 、そうですよありますよありますよ。じゃあどうぞ、はい、どうぞ河村くん。亀の CM ありますよ。亀なしです。次の方どうぞちょっと病がすごい病が、いや、思い浮かぶんですよ、まあ、これ喋りながらも、はい、亀のそうです、サバアーズ亀の、はい、亀の、はい、の CM はありますでも亀なしです。ああ、なるほどね、はい、次の方どうぞいらっしゃいますか。どうでしょうか。このぐらいで大丈夫ですよこのぐらいのネタさえあれば参加できますよ、勝てば好きなアラフォー。お、河村さんがスペースワールドに行って思ったこと、それは身長制限であまり乗り物に乗れなかったなぁと思ったんではないでしょうか。小学校6年生ですからね、うん、私も小5から結構成長期を迎えておりましたので、お、小6の時点で、はい、背の順、うん、後ろから3番目ぐらいでした。そうなの、うん、もう150センチ台ではありましたね。多分155とかそのぐらいでした、ね、俺小学校6年生ぐらいまで、はい、前に習いって言われたら、ええ、一番前の人って横に置くじゃんあれの次ぐらいだったよ。ええー、
ウグイマ少年。ちっちゃかった。あ、そうですか。すごいちっちゃかった。前から2番目、うんうん。ちょっと意外ですね。それが中学校ぐらいになって真ん中ぐらい。はいはいはい。になって、で、もうそのまま、もう、ほぼ真ん中、ずっと。うん、ずっと真ん中。うん、で、平均。だって、日本人の平均身長170って言うけど、はい、170だもん。そうですか。はい。男の子はでもね、伸びる人は伸びますもんね。うんうんうん。うん、私意外とでも大きい方でした、小学校の時は。ああ、でもそうか、後ろから3番目ぐらいですけど、今の子たちでも背高い子多いですよね。あ、でもね、あれなんだって、統計取ったら、はい、この10年間で日本人の身長ってものすごく低くなってて、で今身長が平均166とか7とかになってんだって。あ、そうでも考えたら、はい、そのいわゆる映画とか出てくる人とか、テレビとか出てくる人、小柄な人が増えてんだよ。そうですかね。俳優さんとか。ああ、そのイメージかもしれないです、うん、なんか顔がちっちゃくなってる気がして。ああ、そうだね。だから全体的にミニマムに、みなみちゃんの恋人見て、だから胸ポケット入るみたいなぐらいに。ミニマムすぎませんか。なるんだと思うよ。かわいい。かわいい。かわいい。でもそんな人から好きですって言われても、ちょっとお前ちっちゃいわーって。ちょっとね、ありがたい話ではあるんだけど、日常生活ちょっとね、一緒にするのは大変だもんね。うん、そうなんだよね。家にいるのはいいけどね。そうね、家具とか2倍いりますからね。うん、そうだよね。うん、あと、奴らをすっごいさ、いろんな手間をかけさせられて、うん、はいはい、ストレスになるじゃん。ああ。お風呂とかもだってもう大会に入るみたいになるわけでしょ。だからやっぱね、そうですよね。うん、ああ、手が絶対いりますよね、これでちょっとお風呂。邪魔ですよ。寝返り打ったら、あ、踏んだかもと思うわけで。すごい、それは別のシルバニアファミリーみたいなのも、チンコチンチンコチンともう狙うとかすごいちっちゃい、痛い痛い痛い、男性なんですか。あと、ね、男性想定茶が丸、はい、川村さんがスペースワールドに行った時思ったこと、好意を寄せている男子と一緒に乗り物に乗って手をつないだことを思い出したんではないですか。いやー、つなげなかったですね。でもその修学旅行の後に、はい、あの当時写真を撮る人がついてきてくれてて、うん、でその人が写真を撮って、はい、でその人が撮った写真がこうバーってこう並べられて、うん、何番何番って廊下に書いて置いてあるのね。1枚何円とか、そう、50円とかで買わされるの。そうなんですよ。で自分で番号書いて提出して、うん、でお金持ってって交換してもらうっていう日があったんですけど、まあ、やっぱ好きな人が写ってる写真、うん、買おうかな、買いたいよね。もうすごく悩んだのは覚えてます、うん。でも買ったら親にバレるから、はい、あとみんなにもバレるじゃん。そうなんですよ、うん、だからね、なんでこれ川村さんの写真やとゆうちゃんが買っちゃったとか言って、そうやっぱ好きやっちゃって、お前も買っちゃうかねみたいな、もうあんなこといっぱいあったよね。そうなんですよ、うん、だから買えなかったですね。昔は好きな人の写真とか手に入んなかったんだよ。うん、ねえ、なかなか、いや、そうですよ、貴重だったよ。貴重でした、貴重でした、本当、うん、はい。あとシャカール、川村さんがスペースワールドに行って思ったこと、はい、絶叫マシンがそんなに絶叫ではなかった。あー、意外と乗ってみて大丈夫だったっていう時ありますよね、うん、あー、うん、でも本当に怖い時って声出ないからね。人ってそうなんだ、あーとか言ってる時はまだ余裕があんで、はい、本当の時はおーもうってなるからね。それはもう完全にこうヒュッてなってますね。なってる。下から、ね、本当の時は。はい、うん、そうかもしれません。はい、うん、ショックな時とかもね。ものすごい巨大なカマキリ、10メーターぐらいのカマキリがダーンダーンダーンって突然出てきたら、はい、キャーって言わないでしょ。うわーってもうなんか、あーってもう全然言わないでしょ。多分固まると思いますね。うん、うわーとかキャーって言ってる時はまだ余裕があるんだよ。うん、逃げようとしてますもんね。うん、そうそうそう。うん、確かに、はい。そうかもしれないです。だって釜でパーン、パーンってやられるわけですから。はい。そんなふざけてたら。いやいやいや。向こうの逆鱗にも触れるわけじゃん。そうですよね。何舐めとんや、バカ、お前。うん、俺が10メーターになって、背筋がピーンって、タキシードみたいじゃん。タキシード。俺の格好。確かにタキシードみたい。かっこいいじゃん。うんうん。下でたんじゃけ。とかって、釜切りが出てくる。広島弁なんですね。おい、誰か蝶ネクタイくれや。そしたらタキシードに見える系さ。怖いな。でもフォルムが綺麗じゃん。姿勢ほんといいですよね、うん、カマキリモデルみたいじゃろ。うんうんうん、間違いないです。姿勢がいいのは背中に定規入れとんじゃん。入れてない、入れてない。親から言われてんじゃん。あ、そうです。カマキリの猫背はかっこ悪いって言われたっけ。まあそうでもしないとね、入れられとんじゃん。
あんなにいっぱい生まれてくるわけですから、うん、やっぱそういうとこでも勝ち残っていかないと。すっごい生まれるよね。本当に想像するだけでゾッとするぐらい。すっごい生まれる。もうあの卵から生まれるとか見たこね見たくないですね。すごいよね。いやですいやです。あとピコピコみかん。はい。今思えば観覧車に一緒に乗っていたあの先生とあの先生って付き合ってたんじゃない？と思うことを思い出す。でも確かにありました。小学校の時、うん、低学年でしたけど。はい。同い年ぐらいの先生方が結婚されたっていうことはありました、うん、絶対校舎内とかで一回チューしてるよね。いやしてないと思います。そこはしてないと思います。仕事は仕事ですから。してるしてっていうかしてて直直のしていやそんな余裕ないです。やっぱ、うん、仕事は仕事ですから。もう本当食べてって言うぐらい絶対あった。いやそれはもうドラマの見過ぎです。見過ぎ、うん、そのちょっとダメ本当ダメ、うん、言うの一回だけ。やだそんな学びの場でそんなことはないです。そっちの学びじゃないって。ちょっと人が目ああれモーツァルトだちょっと音楽室洗脳されすぎ。クレシェントクレシェントクレシェントって言いながらしてほしい。詳しいな音楽記号。猫猫ジェイク、はい、川村さんが小学校の修学旅行スペースワールドで思い出すこと、それはスペースワールドのキャラクターラッキーラビットの顔が怖かったって思う、はい、おーラッキーラビットちなみにこういう顔だそう。あーありましたね。今思い出しました。もうこの顔に作られた中でちょっとアンラッキーになって、うん、決してラッキーじゃないラビットね、はい、さあ川村さん小学校の時スペースワールドに修学旅行に行きました、はい、今考えてみるとこうだったなと思うことどんなことでしょうか、はい、正解は一切記憶がない。これは本当にもう何に乗ったとか入り口がどうだったとか誰とどう行動したとかお土産がどうとか何も覚えてないです。焼き物をしたとかぐらいは覚えてる。覚えてます。焼き物をしたのはなんか何ヶ月か経って学校に届けてくれて、うん、でそれを待つ間の楽しみとか、うんうん、開けた時のワクワク感とかはすごく覚えてる、うん、吉野ヶ里遺跡も覚えてる。覚えてます。あのだだっぴろい物見やぐらとか。ああそう言ってたよさっきね。そう覚えてるんですよ、うん、でもスペースワールドに関して何にも思い出すことがないんです、はい、ああ、わかる。なんでだろう。多分楽しんだんですよ絶対、うん、絶対楽しんだんです。しつらえられてるからだろうねもうね。そうなんですかね、うん、なんか意外性がないじゃない。はいはい。俺も長崎に楽天地ってのがあって、そこに行ったことがあるの、はい、だけど一切覚えてない。そうなんですよね。もう形も覚えてない。そうです、うん、どういう色だったとか、うんうん、だからそれこそロケットとか銀とかぐらいしか出てこないんです。分かんないから。でラッキーラビット今かろうじてなんかあいたかもみたいな覚えてるぐらいで、うん、まあ楽しみすぎたのかどうなのか分かんないんですけど、うん、何にも記憶がない。すごいね。どっかの大臣みたいなね。映画とかでもね。はい、もう本当。記憶にございません。うん、ね、昨日更迭されたあのどっかの大臣みたいな。そうでした。そういうこともありましたけれども、私はスペースワールドに関してまさかの社会風刺。いやだな。計らずも。いえいえそんなことはございませんが。どうですか正解者。で、正解者。はい。4名、はいはいはい、おららら、いらっしゃるということで、うん、更迭された大臣もなんか正解でしたっつって、やっぱりですか川村さんっつって、それは全然知らないです私は。なんかちょっと写真撮ったこと覚えてないけど、ちょっと御前様さんのメールアドレスは覚えてて、御前様リスナーだったですか。すごい都合のいいことばっか覚えてんね。はい、ということでじゃあ今日は4人の方の中からお一人に釜狩り物産から天人の申しをギフトセット3000円相当をプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。スポーツ新聞一面ドラフト2位内田未来の4番とか、はい、坂倉捕手専任、はい、とかスポニチもドラフト2位内田新井監督進め新井ロードっていうのが上がったりしますけど、一番注目はマツダスタジアム、人にボールが当たるのを防ぐため
内野席のほぼ全体をカバーする防球ネットが設置されますと、はいはい、いうことですけど、はい、なるべく臨場感を高めようということでネットを最小限にしてたそうなんですけども、ファールボールが当たって怪我をする人がおよそ年間130人いる。そんなに、はい、ちなみに俺も一緒に行った人が、はい、日本ハムの選手が打ったファールボールがもろに当たり、はい、ずっと更衣室にいるっていうのがあったんですよ、ね、かわいそうに、はい、死んだと思ったそうですからね。いやもうそれだってもうあの硬さたるや、うん、鉄球みたいなものですよね多分、はい、痛さとしてパッて見た瞬間にバレーボールぐらい目の前にバボちゃんがいますぐらいの感じだったらしいんです。はい、でその話をちょうど広瀬淳さんとしてたら、広瀬淳さんもマツダスタジアムは本当に危ないと思いますっておっしゃってたので、はい、やっぱその臨場感っていうことよりもたくさんの方が見やすいとか小さいお子さんも見やすいっていうことを踏まえて、なんかそうやって未然に防ぐっていうことが大事なんじゃないかなとかって思うので、はい、多分こういうことするとええー、っていう人が多分いっぱいいると思うのよ、危ないっけとかって言うけど、いや実際に自分の身内とか知り合いとかがそうなった時に、うん、そのあこんな危険なんだなっていうことを実感してやっぱへこんで帰るんだよね。はい、そうですね。すごい楽しみにチケット取ってさ、やっとこの日でとかってすごい準備していって、うんうん、で俺の横の人はさ弁当一口目だったんだからということはお腹も減っていたってことで、若鶏結びの一口目を食べた瞬間に当たってそのまま口の中に若鶏が入ってたいやいや状態で倒れたんだからね。もう本当に野球も楽しみだったでしょうしね、はい、で医務室の中に持ってかれた時に口がまだ動いてたってまだ飲んでなかったのかと思ったんで、臨場感あるな、ね、え、だけど、はい、まあ、そういう状況なので、ぜひ皆さんが見やすい環境とか小さいお子さんも楽しめる環境ということで、はい、って言わないように心がけていただけたら嬉しいなと思います。御前様通信。世の中の気になる出来事や流行、生活に密着した情報をお届けするこのコーナー、開局70年 RCC ラジオ記念ソング、ふるさとの風の CD がいよいよ今週末の広島フードフェスティバルで限定発売されます。今日の御前様通信はその作曲を担当されましたシンガーソングライターの藤江淳二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。すごいみんなで久しぶり久しぶりってみんな言うけどさ、10月1日の開局記念日に会ったよね。いやそれでも藤江さんさっき来てくださった時にご無沙汰しております感が、それだけこうね今まで密に来てくださってたってことですよね。そうなんですよ。僕も来た時に、うん、いや10月1日に来たじゃないですかって言われてあそっかって思ったんですけど、昨日の夜ね、うん、SNS でちょっと書かせてもらったんですけど、うんうん、すごい久しぶりだから、うん、ちょっと緊張するなと思いながら、皆さん応援してくださいって書いたんですけど、そんな久しぶりでもないっていう欲しがりみたいなちょっと出るぐらいでもう声援ください声援くださいみたいなそうそうそう、なんかちょっと嫌なやつだなと思っていや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 、そんなことないです。でもね、うん、いよいよこの土曜日日曜日フードフェスティバルで、藤江さん、はい、作曲されたふるさとの風が CD 発売ということですけど、はいはい、これもともとね、うん、その CD のにする予定がなかったものだったので、うん、はい、どんな気持ちですか。なんかいや本当曲作ってこう世に出ないって結構あるんですよ、はいはいはい、誰かにこう提供したりだとか、うん、プレゼントしたりだとか、はい、でこうやって CD になって、うん、いろんな人に聞いてもらえる機会を与えられるっていうのはやっぱり別格ですね。やっぱりね、うん、嬉しいです。ありがとうございます。そうね、はい、こそです。なんかこう配信で、うん、今こう皆さんに聞いていただけますっていうことが、うん、もう当たり前みたいになってるじゃない、うん、だけどそんな中形に残るって意外となんか作った側からすると、はい、みんなが思う以上に嬉しいよね。そうなんですよ。また川村さんの写真がいいじゃないですか。はいはいはい。これも言ったジャケ買いって、ね、久しぶりなジャケ買いな感覚ですよね。うん、ものすごいいいさ、線路がバーッとって夕焼けみたいな、はい、ね、はい、ところに丸しい川村屋のところがすっごいでっかく書いてあった。書いてない書いてない。全く書いてないですよ。本当俺たちも全部権利放棄してさやってんのよ。川村だけさ、これ私ですこれ私ですみたいな私そんなことしてほしいなんて一言も言ってない
けどなんかふるさとの風っていうそのタイトルとか曲調とか聞いた時に、うん、なんかどういう写真がいいかな、自分の中でも写真フォルダを見てて、うん、でここがいいなってピンってきたのがあの写真だったんですよ、はい、だからなんかそうやって藤江さんからいいって言ってくださるともうすごく嬉しいです、うん、何より一番嬉しいです、うん、あれだったよね、それこそ LINE でジャケットができた時に藤江にパンって送ったんだよ、ね、何にも言わずにパンって送ったんだよ、ただ鳥肌って鳥肌いや本当鳥肌出しました。あ、本当ですか。もうこのね、今日今スタジオにいる3人がこう関わってる、ね、そうだよね、 CD ですもんね。そうだよ ね、 す、 ね、すごいね、すごいですね。へえ、で僕なんかこういうことになるんだねとなんか改めて本当思うんだよね、はい、こうコツコツというか、うん、なんかこう別に何かがあるわけじゃなくてずっと付き合ってたところが、うん、いつの間にだかこう求められてたりとか、あと信じてもらったりとかするようになって、はい、こうやって任せてもらえることが来んだなとかって思うけど、うん、これ29日にライブをやるじゃないですか、はい、もちろん販売もしますけど、はい、藤江さん生で歌ったりするんですか。もちろんね、はい、歌わせてもらうことになってます。はい、はい、ぜひぜひですよ。そうですよ。でもなんかちょっとギターだとギターだけだと歌いにくいとかいう、はい、なんか壮大に作ってしまったので、うんうんうん、なんかこう多分こうギター一本だと、はい、こう表現するのがまあ、あのなんかその生意気になっていう、なんかもうまでおっしゃってましたけど、いや結構大変なんですよあれ。でも本当は、はい、一番最初の、はい、その藤江横山でやりますってなって、はい、で RCC ラジオさんからのオーダーは、はい、最終的には広島交響楽団と一緒にこの曲ができるっていうような感じの曲を作ってくださいって言われたのは、へー、言われたよね。言われました。うん、はい、そうなの。なるほど。でなんかそうなってくるとねってちょっとこうどちらかというとこう手に取れるような近い世界観の方がこう心に染み入るんじゃないかなと思ってる時に、将来的にはちょっとオーケストラの枠に藤江さんが歌うみたいなことができたらとかって言われたから、まあなんかそうやって言われるとちょっと雄大な、そうですね、それも想定しながら作りましたよね。なるほど、そういうことだったんです ね、うん、ね、夢の続きがじゃあまだありますね。そうだね、うん、でいよいよ今日は藤江さんが、うん、はい、生で歌いますよと、はい、いうことでもありますけど、はい、皆さんが気にしているそのふるさとの風の CD ですけど、収録されている曲は皆さんが今聴いているふるさとの風のノーマルバージョンというのと、うん、はい、ふるさとの風のカラオケが入っていて、あとはふるさとの風の午前様様ファンファンフェスティバルで藤さんが歌ったライブバージョンもサービストラック、はい、ボーナストラックで入っていますと、嬉しいですね、いうことなので、はい、ぜひあのお買い求めいただいて、うん、広島フードフェスティバルの北堀広場で販売をしていて、はい、1枚1000円、はい、で お志のある方は、ね、1万円払っていただいても全然大丈夫、うん、いやお釣りが出ますちゃんと、はい、そしたらね、結構ですって言ってくださったら、ありがとうございます。いやいや、それも困ります。はい、いただきます。収支がよく分かんないことなんで、すいません。で、今日は藤江さんが11時で歌います。はい。じゃあギターバージョン。そうですね。頑張ります。アコースティック。はい。わー、レアですね、これも。レアだね。ねー、嬉しい。頑張ります。生歌、楽しみ。ずっと緊張してる。緊張しますよ。だって久しぶりだと思ってるし。ということで、はい、今日は藤江潤さん、この後も11時、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、この時間は呉市広子新街から生まれた広島名物ガンスの老舗本店株式会社三宅水産から生きる生身の人間キャラクターガンス娘登場です。ありがーす。毎度やってきたよ。来たね。この時期も必ずだもんね。間違いない。もう急いで言わにゃ時間もあるのでね。はいはいはい、はい、ガンス娘の中でも、うん、とっても大きな野外イベント、はい、広島フードフェスティバル、うん、私も参戦いたしますので、はい、リスナー様、御殿様様の皆様にお伝えしとって、はい、あれこれ持ってきたんで、はい、いじってください。ありがとうございます。今日あれだったんだよね。もうほらテントが立ってるじゃない。そうで、その中を通ってきたの朝。あら、たらもう RCC のいつもの北側の方、はいはい、に三宅水産のもうテントができてて、うん、でバーンって書いてあったから、あーここだわーと思って、ね、例年の場所なんだね。そう、はい、同じ場所です。迷わず来てほしいな。ねえ、ね、いやでもガンス娘はね、はい、あれだったの、俺の小説の
サイン会並んでくれて、で買ってくれて、はいはい、で普段着だったの。これがちょっとびっくり、ハッとすれば別品で、なんか綺麗な子来て、あ、おい、ガンスっつって。お前かってわしですみたいな。今とはじゃあ全然違う。ちょっとときめいたよ。そうです、可愛いですもんね、うん、ガンス娘さん。びっくりした。ねえ、大きくなった子ガンス連れて、いやそう、また会いたいなと思いました。ねえ、いろんなところに出向いては商品を並べての活動を今も変わらず精力的にされてるということなんですけど、はい、いよいよ私たちも楽しみなフードフェスティバル、3年ぶりのリアル開催ですからね。はい、これ、うん、実演とかもあるのよね。そうなんです、はい、全部会場で作ります、うん、ただ見てください、通常サイズの三宅のガンスと、うん、このでかいよわからん大きい巨大なねわらじみたいなね、そう、すごい、これは会社で社長が一枚一枚手作りしてくれるんで、うん、会場で作るっていうわけではないんですけど、はい、この機械でしか食べれない、うん、もうやりすぎサイズ、うん、はい、もう食べにくい感じで食べてほしいお祭りなので、それが味噌、逆に、そう、なるほど、もうゴツゴツした、はい、で他にも7種類ぐらい当日持っていくんですけど、うん、もうおすすめだらけをご用意して、はい、丸ごと牡蠣、エビのすり身コロッケ、うん、チーズオランダ、三宅のだし入りお好み焼きなどなど、うん、はい、一口どちらか何か食べてもらって、ね、いいですか、横田さん何食べます、はい、俺じゃあこのでっかいやつ、巨大なガンス、はいはい、やりすぎお化けガンス超特大サイズいただきます。ありがとうございます。もう間違いないんだよ、間違いないの、うん、もうでも普通のよりも海苔の香りがするんだよ。海苔？磯の香り？本当ですか、うん、ありがとうございます。風味がきつい、今ふーんってくる、一番最後に作ったのでサクサクと揚げたて感なので、会場はこの雰囲気が、普通のやつよりも肉厚のバージョンか、うん、もうそれのやりすぎサイズかなんですけど、はい、ともかく揚げたて で、うん、でやりすぎサイズはちょっと冷めてるかもしれないんですけど、うん、当日の朝作るので、はい、香り良きものを出そうと思っております。私牡蠣いただきます。俺もチーズオランダも食べてくるうん、牡蠣の味が濃い、はい、うん、秋津の牡蠣を丸ごと一粒、うんうん、これ美味しい、うん、俺もちょっと牡蠣美味しい、うまうま、なんかもうお互いに引き立て合ってますね、うん、美味しさを、うん、嬉しい、うん、あ、いやいや、でもやっぱあれだね、フードフェスティバルずっとできなかったから、そうなんです、もうやっとの思いが強いでしょ。そう、今日も久々にメイクしてるんですけど、うん、人前でメイクもすることもなく、うん、まあ、さっき横山さんにプライベートで会った時も久々のメイクだったんで、うん、ああいうふうに言ってもらったら嬉しいんですけど、ともかくちゃんと女もしてるし、うん、ガンス娘もしてる、うん、本物生きるリアルゆるキャラに、うん、ぜひ会いに来てほしいし、声かけてほしいなと思います、うん、美味しいもんでみんなに恩返し言いますか、盛り上げていけたらな思うちょります。いやー、もう素敵です。そうだ ね、なんかもうフードフェスティバルで言うと、その三宅水さん、はい、もうガンス娘来ないと盛り上がらないよねみたいなところはあるので、ハリガンス、はい、ぜひリスナーの皆さんも三宅水さんのブース、はい、RCC の北側の方に、はい、もうすぐ分かる場所にありますんで、そうですね、はい、足を運んで、ちょっと広場があるんですよね、うん、そうですね、ここに本当もうそこしか場所がないので、はい、ガンス小屋目指して駆けつけて、ガンス、じゃあお問い合わせ先です、はい、三宅水産です。電話番号 082371-7816、うん、082371-7816となっています。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムはガンス娘で検索してみてください、はい、SNS ではガンス娘宛に皆さんの温かい感想もお待ちしていますとのことです。はい、ということで今日は、ガンス老舗本店の三宅のうまいでガンス、三宅水産の生きる生身の人間キャラクターガンス娘、最後に一言何かあったら、はい、もうともかく皆様に会いたくて、うん、もうコロナ禍もずっとよくわからんけど活動を続けてきました、はい、もうこの日のために皆様にもう一人でも多くの方に食べてもらいたい揚げたて全力で作りますので、はい、中抜けする時間も少々ありますがラジオかとかはい、はい、ぜひぜひ来てガンス、はい、いやー、すごい思いが伝わりますぜひ皆さん会いに来ていただければと思います。今日はありがとう、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 ごぜんさまさま。さあ、ラジオカーの登場、昨日はメインパーソナリティを務めましたこの方登場です、はい、宮本ちゃん、
はい、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。どうですか今日聞く放送は。いやーなんかもう一回したいなっていうのがそうなるよね。もう一回したらうまくいくんじゃないかなってちょっと、ね、思っちゃいますね。昨日も十分うまくいってたから大丈夫だよ。もう今棒読みじゃなかったですか今。大丈夫です一応供養はしてきますからね。ありがとうございます。拾い集めとってください。私の骨をいや秋の祭りといえばですよ、はい、昨日の私の中では昨日の大だったんですけれど、うんうん、実はですねもう一つありまして、い今週末 のフードフェスティバルが開催ということで、今日はその出店店舗から、ビンゴ府中焼きをご紹介したいと思います。はい、はい、今日ビンゴ府中焼きを広める会から府中市鵜飼町にあるイコリアンさんにお邪魔しているんですが、もうテーブルが20席くらいで11時のオープン前ということなんですが、うん、今この目の前の鉄板で焼いていただいてるんですよ。はいはいはい、聞こえますか。いい音いい音聞こえますよ。はい、では早速お話をオーナーのゆくたけよしみさんに伺います。ゆくたけさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。本当にいい香りがしていますけれど、このビンゴ府中焼きっていうと特徴をまず教えてください。そうですね、ビンゴ府中焼きの特徴はですね、はい、まあ、そばを使ったお好み焼きなんですが、まあ、違いとしてはですね、まあ、ミンチの上に乗っけてですね、はい、ミンチの油でカリカリに焼き上げたお好み焼きになっております。そうなんですよ、もうミンチをふんだんに使っているので、もうより香りがすごく強くてもう食欲をそそるんですけれど、ゆくたけさん、なんでビンゴ府中焼き屋さんを始められたんですか。そうですね、僕、ここのお店はですね、前のオーナーさんから買い取らせてもらったんですが、はい、ですね、まあ、この僕が子供の頃よくここでお好み焼きを食べてて、まあ、その味を残したいなと思い、ここのお好み焼きをやるようになりました。それがもうおよそ30年以上前ということで教えていただいたんですけれど、こちらの、まあ、ビンゴ府中焼きを広める会というところに皆さん所属して活動していらっしゃるということなんですが、どんな活動をしていらっしゃるか具体的に教えてください。そうですね、ビンゴ府中焼きを広める会としてはですね、はい、やはり府中焼きを広めていこうとですね、地域のイベントに出展したりとかですね、はい、全国のフードフェスティバルみたいな B1 グランプリとかですね、はい、に出展して府中焼きを広めていこうという活動をしております。その一つとして明日のフードフェスティバルなんですけれど、10月30日日曜日のみ出店で、場所は北堀 1-18 となっていて、でハーフサイズで400円で販売されるということですが、もう今後もどんな風にビンゴ府中焼き盛り上げていきたいか一言お願いします。そうですね、府中焼きを通してですね、いろんな人がつながれる、まあ、府中の人だけじゃなくてですね、はい、いろんな地域の人が府中焼きでつながっていけるような、お好み焼きを作っていきたいなと思っております。はい、このゆくたけさんたちが心を込めて思いを込めて作ったビンゴ府中焼き、私もこの後ちょっといただきたいと思いますので、皆さんもぜひ食べてみてください。この時間イコリアンからビンゴ府中焼きご紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。宮本ちゃん、はい、これゆくたけさんにさ、はい、府中焼きってミンチじゃない、うん、な、作る大変さとかってどんなとこなんですかつって、はい、ミンチですか、ミンチを作るタイミングが、うん、ミンチとキャベツをこうたっぷり使って作るじゃないですか府中焼き、はい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 、はい、あれひっくり返したりとかするの難しくないですか。もう、まあ慣れですかね。うん、難しいと思ったことはないですけど、そうかそうか、でもね、それこそちょっとずつちょっとずつみんながもうお好み焼きとは違う風味があったりとかするものなので、気になる方はフードフェスティバルで400円ということなんで、ゆくたけさん頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。焼かせていただきます。ぜひぜひ、はい、皆さんも足を運んでいただければと思います。幕末おやじさんです。今日27日は私の59回目の誕生日です。あと1年で定年退職かと思いながら会社に出勤しています、うん、毎日仕事が終わってゆっくりとラジコで拝聴しています、はい、今日もよろしくお願いします。そうね、あと1年か、59回目の誕生日、うん、これがあと364日ぐらいすると、うん、はい、今日が最後かっていう日が来るからね。ねー、
どんな思いなんだろうなとか、そうですね、思うよね。ご自身にしかわからないことだったりしますよね。ねえ、まだ元気だからね。はい。午前様様。巨大な。はい。ピザが。おお。やってきたので。まあ。今日は。すごい。はい。番組が終わって。はい。フードフェスティバルです一足早く、うん、ありがとうございます。福山からね、お母さんと息子が、はい、親子で来てくれてさ、あらららららで息子が、うん、お母さん先に降りて、うん、これを横山さんに渡したやつって、はい、俺は駐車場に車止めてくるからって言ったまんま、はい、この辺駐車場ないじゃんちょっと歩きますね、うん、5分は歩きますね、はい、でお母さんがピザだけ持って、うん、俺を待ち構えてて、はい、いやすいませんとかって、いつもありがとうございますとかっつって、たら息子がね、今ちょっと車をね、あの止めに行ってるから、はい、でお母さん多分話すことないんだよ。どうやってこう話を展開していいか分かんなくなって。なるほどなるほど。あ、息子さんはどの辺に車をと、そうちょっとね、あの近くの帝心病院の近くのところに止めようとかっつって言って。言ったけど結構あるな。大丈夫かなとかって。はい。でももうそろそろね、俺もね、もう行かなきゃいけないから。あの息子さんによろしくお伝え、はい、あったら向こうから息子が全力飛脚みたいにもう全力で走ってくる息子、ドラマがありますねすごい走れメロスみたいな、すごい受け取ってもらいましたかつって、はいはい、で今日こうやってお母さんつって、はい、もうこうやってあったかいうちにとか、はい、ありがとう本当だあったかいねとかで、今日もうなんかタイヤみたいなでっかいピザです、ありがとうございますって、この後何するんですかって言ったら、縁団子を買いに行きますありがとうございます、美味しいですよ、もう RCC 三昧ねえ。でフードフェスティバル来ないんですかって言ったら、フードフェスティバルの日が仕事なんですよつって、ああそうかいいですいいです、ねえ、ありがとうございます。いやでもこうやってね、いろんな交流をしていただいたりとか、はい、いろんなものを持ってきていただいて、うん、愛情を伝えていただけるのは嬉しいなとかって思うのですが、はい、専業主婦の美和からね、今日藤江純さんのふるさとの風生歌が聴けるのがとても嬉しいです、ギターの弾き語りバージョン貴重ですよね、はい、29日のフードフェスティバルで藤江さんの CD をゲットしたいと思います、うん、とか、ジャンボたこ焼きロボットからも藤江さんの歌声は心に刺さり涙が止まらなくなる瞬間がありますよね。今回のふるさとの風が発表されてファンファンフェスティバルでフルコーラスを聞いた時に横山さんのラジオ愛あふれる歌詞とともに涙が溢れて止まりませんでした。ラジオを愛する人間にとってこの歌はこれからもじっくり聴きたい名曲に加わったと思いますということなんですよ。この後ね登場ですからね。そうだね、うん、だけどいざ聞こうラジオで、はい、とか思っても聞けない時があら充電がとかさ、はい、あらららららみたいなこともあったりするじゃないですか。あります。そんな時にあれこんなのでっていう今日は意外な商品のご紹介、ジャパネット高田ラジオショッピングババさん。今日の商品ね、うん、ちょっともう勝負なんですよ。これすごいね。もうね商品自体はめっちゃすごいいい商品なんですけど、うん、この午前様様で売れるか売れないかで、うん、ジャパネット全社で今後展開するかどうか、それを判断する材料になります。マーケティングになってんのね。そうなんですよ。ほうほう。それぐらい今日は勝負のショッピングになりますんで、うん、皆さん今日よーく聞いてくださいよ。はい。商品名なんていうかと言いますと、うん、マグネ充電器という商品になります。はい。マグネ充電器、もう分かりやすく言うとですね、うん、お水さえあればどこでもいつでも簡単に発電充電ができますよという、うん、そういう商品なんですよ。お水でですか？これ分かんない。分かんないでしょ。分かんない。じゃあまずね姿形からご説明していきますけれども、うん、まず姿はですね、まあタンブラーって最近持ち運びできるやつありますでしょ、はい、お水を入れて持ち運んだりするような、ちっちゃい水筒みたいなぐらいの、そうですそうです、サイズだよね。あれぐらいのサイズ感をイメージなさってください、うん、縦型の円筒形なんですね、はい、でこの中にですね、皆さんご自宅が停電になったら、うん、まず、お水です。それから塩です。塩。それからマグネ棒。もう塩は最初からセット品で入ってます。うん、で、マグネ棒っていうのが4本入ってますから、はい、これを中で混ぜるだけ。混ぜるって言ってももう入れていただくだけで OK なんです。その円柱の中に、そう。円柱の中に、お水、塩、マグネ棒を入れるだけ。うん、で、蓋をくるくるっとすると、はい、あとはしばらく待ってからね、パチッと
まずこれライトがありますんで、うん、LED ライトつけてください、はい、懐中電灯になります。塩と水と、うん、マグネボ。マグネボっていうのはもう ついてるってことですね。ついてます。最初からセットで4つついてますんで、はいはいはい、そのうちの1本をまず入れてくださいね、うんうん、これで、発電ができます、はい、だから懐中電灯になるんですよ、うん、でこの懐中電灯も遠くを照らす懐中電灯と手元を照らす LED ランタンと2通りの付け方でね、うん、使い分けができます、はいはいはい、これがまず1つ目の使い方、うん、それからラジオが聞けます、はい、これ FM それからワイド FM に対応してますんで、うん、そのラジオの放送をクリアーな音で楽しんでいただけるんですね、うん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 、これがまず2つ目の使い方、はいはい、そして3つ目スマートフォンの充電ができます、そうしかもこれ、マグネボが4つついてますんで、はい、4本全部使っていただくと、うん、最大スマートフォン10個のスマートフォンの充電までできます。だから水と塩だけよね。そうそうそう、水と塩だけで付属のマグネボっていうのをその筒状の中に入れたら、うん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 、でシャカシャカすんの？シャカシャカしなくていいです。そのまんまでいいの？ほっとくだけで OK です。ちなみに水はどのぐらい入れるの？水の量でいうとほんのちょっとで大丈夫です。へえ、ちょびっと 360cc ぐらいピッてね、水道からじゃっぐらいで OK です。だから変な話、はい、うん、そこの辺にある水たまりの水とかでもいいってことよね。水たまりの水でも OK です。で万が一ですね、うん、塩もう塩も最初からセットで入ってるんですけど、うんうんうん、塩がないよっていう場合には、はい、海水でも OK です。あ、なるほどね。そうそうそう、なるほどなるほど。だから塩と水マグネ棒これだけ入れていただいたら、でそれで携帯が10個充電できたりとか、充電できる、はい、ラジオもだって何百何十時間とか聞けるんでしょ。ラジオで言うとですね、4本全部使ったら640時間聞けます。そのマグネ棒を全部使ったらとかね。マグネ棒全部使ったら、ね、マグネ棒がよくわかんないね。マグネ棒って何かっていうと、要するにマグネシウムの塊なんですよ、うんうんうん、このマグネシウムと塩で中で化学反応を起こして充電するっていう仕組みなんです。なんか太陽光とか、うんうんうん、その手回しとかで発電するのはよく聞きますけど、うんうんうん、ありましたよね。このマグネシウムの力を使ってって初めて聞きました。だってですね、シニアの皆さんはね、うん、あのくるくる回すやつ意外に結構なこう量回さないといけないんで、確かに確かに、そうだから必要な量をね、こう若い人だったらいけると思うんですけど、うん、年を重ねてこられますとその回す作業もしんどいわっていう方いらっしゃいますんで、うん、これだったらもう中でお水と塩マグネ棒の化学反応でほっといても勝手に充電してくれるんです、うん、だからこの筒状の、うん、なんかそのお茶が入ってる、はいはい、ボトルというかさ、はいはい、みたいなの筒状の円柱状のがあるじゃない、うん、でそれに塩もついてて、塩もついてる、マグネ棒もついてる、ついてる。だから準備するのは水だけ、水だけでいいってことね。そうですそうです。水をその水筒みたいなのに入れたら、入れたらラジオにもなる、うん、でランタンにも懐中電灯にもなる、なる、スマホの充電器にもなる、なると。へ、そんなことがあるの、すごいでしょ。だから1台4役こなしてくれるわけなんですよね、うんうんうん、いい商品でしょ。へー、そうなんです。だからね、これをぜひね皆さんに普及させたいということで、うん、今日は御前様様もうモデルケースでございます、はい、ここで売れたらジャパネットのカタログにもこれから載ります、うん、はい、そうか。勝負だな。勝負なんですよ。もう広島の皆さんに買っていただくかどうかで、うん、今後の展開が決まるので、ぜひ買っていただきたい。そのためにお値段は頑張ってきました、はい、これだけすごい性能が全部入っていて、マグネモも塩も全部入っていて、うん、お値段は14,800円です。これと一緒にね、あの、うん、富士山の美味しい水も売ればよかった。確かにおすすめ品としてね。いやでもそれもったいない気もする。そう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 、普通の水でも大丈夫ですからね。でもこんな時代が来たんだね、うん、そうなんですよ。いよいよこういうのが出てきたんですよ、世の中はね。いや、なんかさ、いろんな防災グッズがあったりするじゃないですか、うんうんうん、はい、どれももちろん便利だけど、うん、ちょっとずつその帯に短し、たすきに流しみたいなところがあったりとかして、うんうん、これがなかったらダメじゃんとか、そうそうそう、こういう時は使えないじゃんとかって言いたくなるけど、これに関して言うと、うん、それこそすくってでも水さえ入れれば、水さえ入れれば付属品がついてるから、もそれあと混ぜたらそれがもう全て叶うってことだもんね。そうなんです。雨水でも OK なんですよね、うんうん、しかも軽いですよね、思った以上に。軽いんですよ。そうなんです。これ重さも 580g、はいはい、ね、水を入れたとしてももう1キロないぐらいですから、うん、ものすごく軽いんですよね。へー、持ち運びやすい。そうなんです。
防災リュックの中にね、うん、1個ずつ忍ばせておくとか、はい、あるいは、まあ、1回ですね、こうマグネ棒が、ね、4つも入ってくるんで、うんうんうん、1回は、まあ、試して、ね、ラジオこれ聞いてみるとか、はいはい、やっていただいて1回練習していただくと、うん、いざという時に慌てずにあと3本使っていただけますからね。これ、はい、マジ俺バカみたいなこと聞いていい、うんうん、そのマグネ棒って入れるじゃん、うんうん、ね、入れますね。溶けるの、とあなくなるの、中身は溶けますけど、うん、そのマグネ棒の形自体は変わりません。で、どうやマグネ棒がどうやって消費したかは、うん、ライトをつけていただいたら、うん、ライトが弱くなったら、あ、マグネ棒切れたなっていうのが分かりますから。ああ、これマグネ棒が4本ついてるじゃん。4本ついてますね、はい、で全部使い切ったら、うん、これはもう役立たずになっちゃうの。全部4本使い切ったら役立たずではあるんですけど、うん、マグネ棒だけ後から買ってください。あ、なるほど、別売りのマグネ棒があるってことね。そうですそうです。お塩はもうご自宅の塩でも OK です。マグネ棒は駄菓子屋とかで売ってるの。それきなこ棒です。やっぱネットで売ってますからね。そう、メーカーホームページからも買えますので。これなんかきなこ棒入れたらいいよって。いやいやいや、これ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 とか、違うよ、うまい棒だよ。変な棒入れないでよ。お姉様の控え室にいっぱいある。これこれうまい棒じゃなくて、何味にしよっかな。ダメです、マグネ棒だけ入れてくださいよ。へ、はい、すごいね。すごい便利な衣装やるんですよ ね。だからぜひ皆さんにね、こういう面白い商品がありますから、うん、一回試してみていただきたいわけなんですよ。うん、うん、いざという時に必ず役立ちますから。いや、ほんと、なんか、なんかの時に、うん、絶対何かが足りないとか、何かが欠けてるみたいなことになるけど、うん、これだったら大丈夫だもんね。そうですね、水と塩ぐらいならある気がします。そうなんですよね。だから、いざという時の今日は安心が14,800円で買えると思ってね、はい、ぜひお手になさってください。はい、フリーダイヤル0120-441-555番。441-555番でお電話お待ちしております。お電話の際には馬場さんのラジオ聞いたで今日もお願いしますね。あの、最近聞いてないけど、週末の馬場ちゃんは、うん、何をする予定なの今週は。まだ金曜あるけど、うん、今週末はですね、最近何してんの。最近は、まあ、あの、最近ちょっとあの動画の編集もサボってるんで、ね、なんかあんま言わないもんね。確かに。韓流ドラマもあんま見てそうもないもんね。韓流ドラマはちゃんと見てますよ。あ、見てるんだ。見てるけど、うん、今度の週末は、フローリングの張り替え。フローリングに傷がつかないように、その上に CF シートっていうのを全部の部屋に敷く予定です。馬場さんが自らですか。そうですそうです。DIY をやる。っていう計画ですね。ママちゃんとなんかプライベートのこと聞くと絶対自分が得になる情報入れてる。何言ってんですか。イメージが良くなる情報入れてくんだよね。事実、クリーンナップ大作戦。事実ですから。絶対やりますからこれね。事実ですか。事実ですよ。じじいですけどね。じじいじゃないです。はい。まだ頑張ります。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、皆さんぜひ興味がある方は電話してみてくださいね。はい、ラジオショッピング馬場さん。でした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマは九州よかとこ一度はおいで、でお送りしています。はい。ラジオネーム、北枕のワニさんです。人生で初めて九州へ訪れたのは、小学校6年生の修学旅行でした。うん。別府の地獄巡り、ジャングル風呂、広大な草原、水前寺公園などなど、目に焼き付いている名所はたくさんあります。うん。が、唯一耳に残っているのは、バスガイドさんが歌ってくれた、熊本県の民謡、おてもやんです。あれから40年以上、今なお忘れられないバスガイドさんの一芸、うん、偉大だなと思います。うん、まあ、一芸じゃないけどね、とか。おてもやん、ちょいとなんとかなんとかしたではないかいなってやつ。したことはしたけど、したばってんとかっていうやつ。へぇでもいいですね、うん、子供たちにとってはなんか記憶に残りますもんね。残るよね、こういう歌があるんだとかね、うん、なんか方言とか知れたりしますもん ね。俺も小学校の時、宮崎のバスガイドさん、はい、宮崎の人たちは狩星切り歌っていう曲を
みんなで歌ったりとかして、ここの山はよみたいな。へー、だから宮崎の子供たちは、はい、昭和40年代の子供たちはきっとみんな知ってるんじゃないかと思うよ。そうですか、うん、広島だったらですかね、花車とか歌われるんですかね。確かにね、輪になるみたいな、広島のバスガイドさんとか歌われるんですかね。何歌うんだろうね。どうですかね、カープカープなんですかね、うん、でも熊本はあれだもんね、あんた方どっこさ、ひーごさだもんね。そうです、私そのイメージがあります。ひーごどっこさ熊本さだもんね。そうです、そうです。あれが多分一番有名な曲だよね。うんうん、私の中でもそれは思いますね。うん、広島は、ね、広島何なんだろう、ヤングマン。西城秀樹さん、いいですね、それは盛り上がりますよ。うん、うん、モニカ、モニカ歌い上げるタイプですね。ロックだなーみたいな。そうだね、何でもいいですけどね。なんだろう、パフュームかもしれない。あー、チョコレートディスコとかポルノグラフィティ、わたしはみたいな。頑張りすぎ、コンサートみたいな。ちょっとバスガイさん前に出すぎです ね、そ う、 ね、そうなるとね、やっぱ民謡みたいなのがあるんですね。でも広島のミュージシャンだけでヒット曲ガン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 あるよね。そうですよね、うんうん、次から次に出てきますからね。すごいよ、いっぱいありますよ。だって村下幸三さんとかさ、矢沢永吉さんとかさ、拓郎さんとかさ、浜翔さんとかさ、そうですよ、野村民夫さんもそうですね、ね、すごいよね。すごいですよ。まあその末席に藤江純二さん。いや、末席と言いますか。末席ね。いやいや、そんなことないですよ。うん、こっから乗していかれるんじゃないですか、ちょっと。もちろんそうです。はあ、もっともっと。なんか多分、70歳とかになったら、まだ70になってもケツ振っときたいよね、とかっていう。いやね、藤江さん。いやいやいや、一番対局にいると。おいしいベル飲んで帰ったよとかって藤江さん。いや、どちらかというと、一世さんみたいなタイプになられるんじゃないかなと思います。あ、違うかな。うん。胴上げで。わーしょわーしょされて、そのまま気がつかない、え、俺大阪にいるみたいなぐらい、もうすごい胴上げで運ばれていく。一瀬さんでもそこまで運ばれて、最後瀬戸内に投げられて。よかったです、波が穏やかでって。広島天国と思ったら地獄だったって言いながら。続いて、あきもぽんちゃんさんです。はい、昔修学旅行で阿蘇山に登りました、うん、私はその当時貧血気味だったため、山の高さまで行くと息苦しく辛かったのをよく覚えています、うん、後々他の友達はみんなはしゃいでいる中、土毛色の冴えない顔で写真に写っている自分を見てがっかりしました。よかったね、朝の格好とかに落ちていかなくて。いやいや、あちょっと恐ろしい。でも私もありました、島根の三瓶山、うん、三瓶山あるね、はい、三瓶山に高校の時なんか遠足で行ったんですよ、うん、で三瓶山に男の子は、まあ、下から徒歩で登って、ね、で女の子はロープウェイで登るっていう。ふだえり高校の制度があって、はい、女の子でよかったって思ったの記憶にあります。で帰りはみんなで、下山はみんなで一緒にしましたけど、うん、の子は違ったんですよね。男はなんか徒歩、女はロープウェイ。なんだ、男はどうですけど、女はロープを伝っていってください、ね、いや怖い、よしよしよし、ターザン、女に生まれたらこんなことになるのかつって、腕力鍛えられますね。でも昔は当たり前だったけど、はい、今考えたらもう大問題みたいなのがいっぱいあるじゃないですか。ありますよね。例えば牛乳が飲めない子を、ええ、お前が悪いって泣くまで飲ませたりとかさ。そうですよね、そうですね、給食をねずっと食べさせたりとか、うん、あったよね。ありましたが、 今だったらもうとんでもないんだろうね。そう、どうなんだろうなと思うんですけど、うん、私の時はまあそういう制度でしたね、はいはい、飲んでって多分男の子たちは思ってたと思います。そしてへさかのプリンセスさんはですね、はい、数年前の誕生日に大分のサンリオテーマパークハーモニーランドに行きました。あ、俺も行ったことある。あいにくその日は雨で、楽しみにしていたパレードも花火も中止、うん、夕方になりそろそろホテルに帰ろうかなと思っていたら、レインコート姿のキティちゃんとマイメロディーが私の方に歩いてきてくれました。お客さんもほとんどいなくて、しばらくキティちゃんたちと写真を撮ったり、うん、触れ合うことができました。はい、今日は楽しかったよと手を振り帰ろうとすると、うん、キティちゃんが手を取って出口まで送ってくれました。早く帰れってことですね。雨の中ずっといるから、もう早く帰れよ、もうおいちょっと来て行ってこいよお前、ずっと俺であの家族って言われて出てきたでしょ。いやいやいや、キティちゃんそんなこと思わないです。キティちゃんですから、だって
多分帰ってキティちゃんが、はい、さよならって、うんうんうん、ありがとうってよいしょよいしょよいしょって、うんはい、もう一回振り返ってさよならって言うとパッて振り返って塩まかれ塩まかないキティちゃん来んな二度と来んなこらキティちゃんそんな塩まいたいいつまでおるんやこらいやいや錆びる可能性あるかキティちゃんお前とハーモニー奏でられんのんじゃって言いながらいやそんなことしませんマイメロディーもキティちゃんも優しい子たちですから大変だよねでもねキティ業も大変だよねキティちゃんとしてね、うん、そうですよだって世界中のなんかグッズとコラボしないといけないじゃないですかそうだよキティちゃんって人気だし、うん、俺さ門松俊樹さんが大好きなので、はいはい、コンサートを広島である時は必ず行かせていただいてるんですけど、はい、門松さんはそのサンリオの、はい、その歌とか歌ってるんだよおだから門松さんのコンサート東京とかだとキティちゃんとかが来んので、門松さんに聞いたら、キティちゃんとかどうなんすかって言ったら、ほんといいやつだぞって言ってた。ほんとみんないいやつなんですよ。でも、マイメロディーとかみんな来んの、門松さんのコンサートに。で、輪になって踊ろう。あれ、門松さんが作ってるから。はいはい。おー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 が輪になってて、もう、さ、もうピューロランドみたいになるの。ああ、確かに。あれどうなんすかみんないいやつだぞって言ってた。あったかい、いいハーモニーを奏でてらっしゃるんですね。今週は、九州よかとこ一度はおいででお待ちしています。それでは午前様クイズプレゼント当選者発表の時間です、はい、今週のテーマ九州よかとこ一度はおいでから今日は木曜日です私川村が出題をさせていただきました、はい、小学校6年生の修学旅行が、うん、佐賀福岡でした、はい、吉野ヶ里遺跡唐津焼制作体験そしてスペースワールドうん一泊二日でしょそうです最高だよねいやもう楽しかった記憶があるんですけどうんスペースワールドに関して、はい、まあ今考えてみればこうだったよなーって昨日の夜思いました、うん、それは一体何でしょうかが今日の問題でした、はい、正解はスペースワールドの記憶が一切ないだから1日目で終わってるってことだよね終わってますないないもう全然ないだって2日目多分朝起きて、はい、でみんなでテンション上げてご飯食べて食べました、ね、でそこからスペースワールド行ってそうですそうですはい自由行動ですよとかって言ってそうそうそう、はい、で多分お昼ご飯食べた頃ぐらいにもう終わって、はい、広島帰るじゃんそうなんですよねはいその入り口すらも覚えてないあれ女の子ってさ、はい、小学校中学校の時って何でか分かんないけどテーマパーク行くと5人ぐらいでってことね走ってたりするよね。いやー、そうですね。やっぱ行こう行こうとかって言って、なんか、渡り鳥の V になってる渡り鳥みたいな、5人ぐらいで手をつないで走ったりするよ、ね。やっぱそれは仲間外れになりたくないっていう、集団心理だったりもすると思うんですけどね。ということで、はい正解者4人いらっしゃいましたので、うん、今日は、鎌狩り物産から、アマビトの藻塩ギフトセット3000円相当を、この方にプレゼントします。はい。ラジオネーム、クレノカズピョンさんです。うん。そして、日本行動気分に合わせて選べる4つの香りの香ルーミークリーン&リラックスはラジオネームウルトラマンタルチさんにお送りします、はい、おめでとうございますそれぞれおめでとうございますさあそしてスタジオには再び藤江純次登場イエッはいはいはいもうすごいんすよ藤江純あ来た来たわーあすごい今来たすごい現物がへーわーすごいわーすごいすごい今届いた来た来た来た本当に今届いた出来たてほやほやジャケット CD 来ました今ああでもやっぱり写真より生の方がいいですねこの写真ねえ意味わかりますジャケットいいうんめちゃくちゃいいですねむちゃくちゃジャケットいい本当ですか、ありがとうございますごめん後ろに藤江の写真と俺の写真があるけど川村の写真がなくてすいませんいやいいです本当よ今これ作ったメンバーがみんな集まってありがとうございますありがとうございます中川さんと森下さんいや嬉しいもんだね、やっぱ形になるとなんか重みがありますねそうですねうんちなみにあの表紙ジャケットは川村が撮った写真なんですけど、うんはいはい、裏はね歌っている藤江っていうのと、はい、川村が撮った写真の俺って、うんね、ここにもマルシー川村やのもう、ね、川村さんが、ね、権利にうるさいから全くうるさくないでもちょっと藤江さんもこうスリムな写真ですよねそうですねもう 3,4 年前なんで、うん、しかもよそゆきおのお腹をしている藤江純次はいそうですねちょっと引っ込めてるっていう、はい、以上でございますはいいやありがとうございます、ありがとうございます、この CD にはふるさとの風
ット、ふるさの風カラオケ、そしてライブバージョンという3曲が収められていて1000円ということですけど、はい、29日、うん、土曜日、そして30日日曜日両日朝10時から販売を始めますということです。そしてフードフェスティバルは今年は必ずゲート1回通過しなきゃいけないです。そうなんです。池田隼人像の前、はい、RCC の玄関の近く、うん、五穀神社の入り口左側なんですけど、はい、そこにゲートがあって、うん、そこでいろんな書類とか書いて中に入っていただくみたいなことになってるので、いつもよりもちょっとだけ入るの手間がかかったり、はい、時間がかかったりで、入り口がね8箇所あんの、だけど意外とその待つ場所がないからすごい並んだりする可能性があるけれども、はい、中に入っていただけるといつものフードフェスティバルが楽しめますよと、はい、いうことだったりするの で、 そうです、ね、29日は藤江潤さんと一緒に、ライブもやらせていただこうと思いますので、はい、皆さん足を運んでいただければと思うんですが、うん、さあ藤江さん、こうやってものができましたが、はい、今日は生歌ですよ。生歌、はい、もう最高の最高の緊張ですね。いや、リスナーさんも楽しみにされてますよ。三好のダニーさん、今日は藤江潤さんご出演なんですね。私もふるさとの風が大好きで、メロディーも歌詞もとてもよく、何回聴いても心に響きます、うん、今日は生演奏とのことで大変楽しみにしています。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ではでは、うん、番組の残り時間もあと5分ぐらい、はい、ということになったので、はい、では藤江さん、はい、アコースティックバージョンのふるさとの風、はい、お願いします。はい、それでは聴いてください。ふるさとの風。ラジカセのレクボタンに手をかけて待っていた。朝ごはん作る母が聞いていた。今イヤホンをした息子が僕のそばで笑っている。この街の元気が、この街のニュースが、この街の笑顔が流れる。アルバムをめくるかのように流れてくるあの時のメロディー。気がつけばいつもスピーカーから溢れ出す変わらぬ声。父と母が見た星を今僕もここから見上げている。父と母が聞いたメロディーが今日もまたあなたに届く。人それぞれのストーリー、忘れられないダイヤリー。大切な人とのヒストリー。心のボリューム見つけて冬が始まるのだろう。父と母が見た月が今僕の足元を照らしてる。ありがとう、ありがとう、今日もラジオはあなたのそばにいる。
ありがとうございます。危うく泣くとこだったよっていう。その拍手の感じなんですね。なんかサビのチーの時にジーって俺がやばい泣くかもって思った瞬間に右斜め45度にいる川村が俺を一瞬パッてこの人泣くなとパッて見たので、泣かんけーと思ったけど、でも多分それは自分がうろってきたから絶対横山さんもそうだと思ったんだよね。泣きそうですよねって見ました。いやでもアコースティックバージョンだからこそ、その藤江さんの歌声に酔いしれることができました。あ、本当ですか。そうだね、本当に、てか、入れてほしい CD に。何を？じゃあ今度はアコースティックバージョン入ってると1200円でちょっと値上がりしてる。いやいや、でもね、この藤江純次さんの歌声が生で聞けますよというトークライブですけども、10月29日土曜日お昼の1時から1時30分まで、五穀神社前の広島城広場のステージでということなので、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただいて、 CD ももちろんゲットしていただきたいし、このライブにも足を運んでいただきたいなと思うので、じゃあ藤江さん、あれですね、あの喜びの思いを来てくださった方、皆さんに伝えなきゃいけないですね。そうですね、直接お会いできるので、ぜひぜひ皆さん、藤江さんに会いに、そして岡山に川村に会いに遊びに来ていただければと思います。今日のゲスト、藤江純次さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。